はい、えー、と皆さん、こんにちは。えー、ちょうどおウクライナあの、ロシアのウクライナ侵略から2年が経過したことになります。えー、多くの方々に本日は、えー、イベントに、オンラインのイベントに参加していただきまして、ありがとうございます。えー、本イベントは、外交・安全保障調査研究事業費補助金、国際理念と秩序の潮流、日本の安全保障戦略の課題という、こちらの補助金のお事業として、 進めておりりまますす西側ののの論理ととと検証の再構築という研究会のメンバーーでウェビナーを開催することになりましたちょうど実は同じメンバーでこのウェビナーをするのがちょうど3回目ということでまさに2022年の2月24日このメンバーでちょうどその侵略の当日ですけれどもウェビナーを開催しましたそして昨年も同じメンバーで集まりまして 一年が経過した中で、えー、議論をしまして、今回が三回目ということになります。えー、今日は、えー、そのメンバーの皆さんにお集まりいただきまして、同時に、えー、ちょうどおまあ侵略が始まってから二年が経過すると、まあそういうことで、えー、この二年を 振り返ってみるのとそしてこれからの行方を,を考えていいいきたいと思います、えー、それでは、えー、早速、えー、今からパネルディスカッションを始めたいと思いますが、まず最初に、あのこのメンバーの中で、まあ、東野さんと合六さんがちょうどエストニア、ヨーロッパの出張から戻って、えー、きました、えー。つい先日まで、えー、エストニア、バルト三国のエストニアに出張し、まさにロシアの目の前で、えー、ロシアの隣国として、どういうふうにこの、まあ、ウクライナの軍事侵略を見ていたのか。 え簡単にひ一言ずつまず最初に東野さんとゴーさんにそちらについてのお話を伺ってから、えー、皆さんのお話を聞いていきたいと思います。それでは東野さん、えー、今回のエストニアへの出張少しお話を聞かせていただいてよろしいでしょうか。よろしくお願いします。はい、えっ、ー、とまさに昨日のあのお昼の便であの私たちエストニアから帰ってきました。で、エストニアあのと言ってもですね、あの人口100万人ちょっとの大変小さな国なんですけれども、あの地理的にはロシアとこうですね。 あの国境を接していてあの大変に緊張感があふれた。 あの出張となりましたであのただ私たちそのどうしても研究をしていると政府関係者の話を中心にこう拾っていくことがあのドエストニアの外では多かったものですから私もその対ロシア最強あの最強硬派といわれるです、ね、カラシ首相の発言や他の政府関係者の話などを聞いてです、ね、あのもうエストニアというのはもうあたかもです、ね、対ロシア強硬路線そして対ウクライナ支援路線で、まあ、一色のような な印象をやはり受けてしまっていたいました。でところがですね、あの初日にそのナルバというあの国境の町にあの行きました。もう本当に数百メートル先川を挟んで向こうがロシアなんですね。であのまあただロシアとじゃあエストニアのそのナルバとの間に完全に行き来がないかというと、その橋の上からちょっと見ているとですね、あの細々と人がやっぱり通っているんですよね。 でそれはあの現地の方々に話を聞くとどうやらエストニアのナルバ側の住民がロシアに行っていることが多いそれはなぜかというとタバコとか食べ物とか質はあまり良くないかもしれないけれども明らかにエストニアよりも安いものを求めてやっぱり買いに行くということみたいなんですねなのでこういった戦争が続いていてエストニア全体としてロシアに対して大変厳しい態度を取っていてもですねやはりロシアに生活を依存しなければ あるいはこのナルバのようにロシアと EU をつなぐトラ,トランジットの街として機能してきたところがその戦争が行うあの始まった後とそれがその機能が壊滅状態に陥ってしまって少しでも少しでも楽な生活をするためにはロシアとの経済 の関係にまあ、徒歩で行くなどしてつながなければならない厳しい現実を我々は目の当たりにいたしましたまたナルバという街なんですけれどもあの私どもが行った街の中でですねただ一つだけもうあの ウクライナ支援の国旗とかがないんですね。もうタルトゥーとかタリンとかに行くと、本当に至る所にウクライナのライトアップが見えるんですけども、ナルバだけはありません。ただ、まあ、興味深いと思ったことがですね、私、まあ、あいつもの通り、あのウクライナの支援の街をつけているんですけれども、ウクライナの国旗は上が青で、下が黄色です。これをくるっとひっくり返して、上を黄色、下をあの青にすると、ナルバのま、まあの、あの国旗、あのナルバの地域の旗になるんですね。 でなので、一見、ウクライナの旗がなびいているようですけれども、上下が逆で、それはナルバの旗であり、そのウクライナの支援ではないということです。現地の人もできるだけウクライナの話はしないという、ですねあのロシア系住民の方が多いということでした。ただ一方、それはあのタルトゥーとかタリンのように、まあ、学術都市だったりあの、首都だったりに行きますと、もうあの対ロシア脅威論があの非常に厳しかったわけですで。全部お話しすることはできませんけれども一つ非常に象徴的だったのがです、ねあの私 私どもであの非常にあの有名な研究者の方にあのインタビューする機会があって、本当に冷静に淡々とです、ね、私たちはこのロシアの脅威に備えなければならないということを事例を織り交ぜながら教えてくださった大変著名な研究者がいたんですけれども後で聞きます、その日が終わった後で後で聞きますと、その方はもうあのそのシンクタンクの研究員。 の座を辞してです、ね、あの国防の世界に入るんだと、それほどまでにそのヨーロッパの安全保障は抜き差しならないところに立っているので、自分は研究ではなくあの、軍隊に入るという決意をお伺いして、本当に身の引き締まる思いがいたしました。ルクさんはです、ねあの、よりその国防とかあの、まあ、そういったです、ね、観点から、専門的な感知からお話をたくさん聞いてこられたと思いますので、ルクさんからもぜひお話を伺いたいと思いますお願いいたします。 はい、ありがとうございました。えー、っと、東野先生。 ににエストニアに行ってきた二小学者大学大のです私の方はですねやはり安全保障国防というところに関心がありまして、まあ、シンクタンクだけではなくてですね、まあ、外務省の関係者とも面談してですね現地の雰囲気というのを聞き取ってまいりましたであの先ほど東野先生の方からありましたようにそもそもエストニアという国はですねこの全面侵攻が始まる前あるいは10年前のクリミア併合前からですねかなりロシアに対して してて警戒感を高めていた国でではあるんですけれどもまあこの戦争が始まり、そして戦争が長期化する中で、ですねこの2年間のプーチンの言動を見て、ロシアはウクライナでは止まらないと、そしてウクライナでこの西側の支援も含めて失敗すれば、次はそのナルバを通じて、ですねエストニアに来るんではないか、つまりそれは NATO との紛争はありえるんじゃないか、それに備えなければならないという意識が、まあ、さらにあの高まっているという印象を受けました。 ですからあの、ウクライナにこれだけ支援していれば、ですね、当然のことながら、ウクライナが失敗するということは、この西側、NATO の失敗でもあり、まあ、ある、えー、外交官が言っていたのは、これはコレクティブ,コレクティブフェイリア、まあ、集団的失敗に陥らないようにすると、そういう文脈の中で、しっかりとウクライナを 支援していいかななければないその意味において、えー、かなり聞かれたのは、ですねこの日本からの支援というものに対しての非常に高い評価です。日本が、まあ、アジアからですね、まあ、地球の反対側でもあってもですねしっかりと、まあ、原則に基づいてですね、えー、アメリカやヨーロッパとと,ともにこの支援しているってことに対しての、まあ、感謝というものは、まあ、私、一個人一、一研究者に過ぎないわけですけれども、えー、っといろいろ な方面からあので、そうした中で、ですね、まあ、ウクライナ支援だけじゃなくて、何度もその繰り返し聞かれた言葉がディフェンスインベストメント、つまり防衛に投資しているんだという言葉ですでこれはです。あの 投資というところがキーワードなんだということを繰り返し強調していまして、まあ、戦争の展望が不確実であり、まあとで議論にもなるかもしれませんけれども、アメリカ大統領選挙がどうなるかわからない、エストニアは特にこの NATO の中でも、アメリカに防衛安保面で依存が深い国でありますから、まあ、そういった状況に、 えー、この備えてです、ね、自国の防衛にとにかく投資するということを繰り返し強調していました。NATO の中ではで、ね、GDP 比2%というのが、まあ、最低限の目標として今、定められていてエストニアはもう3%を超える GDP 比3%を超える防衛費をあの投入しているわけですけれどもこれは単に政府だけではなくて世論調査もご紹介くださったんですけれども、えー、40%が現状よりもさらに増やすべきだと。 で30%ぐらいが現状でいいということで、3%すでに投入していても、まだ増やすべきだという、まあ、世論の声もあるということで、まあ、非常に、えー、驚くとともに、まあ、ロシアに対する警戒感というものが非常に、えー、感じることができ、また、同盟の中で,です、ね、このロシア脅威認識に対するこのズレというものは、この戦争以降、狭まっていったもののです、ね、やはりまだ2%に達していない国もあるということですね。まあ、一種の苛立ちみたいな ものも同時に感じることができました以上ですはいあの東野さんと56さんからまず冒頭で今日はお二人からですね登壇者のお二人からまあ、エストニア出張のご報告をしていただきました、まあ、ここからはパネルディスカッションに入っていきたいと思います 先ほど申し上げましたように、ちょうどウクライナへのロシアの軍事侵攻からちょうど2年が経ちました。まず最初にはパネリストの皆さんに、この2年間、どういうふうに見てらっしゃったか、どういうふうに総括しているかということをお話をしていただきたいと思います。あの申し遅れましたが、私はこちらの西側の論理研究会の座長をしております、慶応義塾大学の細谷と申します。え今日はこのメンバーである、まず最初に NATO がご専門、中心的なご専門である鶴岡道人さん、慶応義塾大学の准教授。 からお話をいただきまして続いて、まあ、EU を主に研究をしておられますえ筑波大学教授の東野敦子さんそしてその後に今度はえドイツの政治外交を主にあの研究しておられますえ政策研究大学院大学教授であられるう山陽子さん そして最後に、えー、二松学舎大学准教授で、まあ、NATO、米欧関係、そしてフランスを主に研究しておられます、五、え、六、ー、剛さんに、えー、お話をいただきたいと思います。この順番であのお話をそれぞれの観点、関心、あの研究のおテーマからお話しいただければというふうに思っております。えー、それでは、鶴岡さん、どうぞよろしくお願いします。 はい、どうもありがとうございます。今ご紹介いただきました、鶴岡でございます。えっと、まあ、私の方から NATO の観点であのいくつか触れたいと思います。で、この NATO はですね、今回の戦争においては直接的に戦っているわけではないんですね。あの、これプーチン大統領のロジックとしては敵は西側である、敵は NATO であると。 いうことでまあたかも NATO と戦っているかのような言説は存在するわけですけれども、実際には直接、戦闘行為に参加しているわけではないということです。で、そうしますと、NATO としては何をやっているのかということでして、まあ、これは非常に明確でして、とにかく NATO 加盟国の領土を守ると。 ということでありますですからエストニアのような国はです、ね、でこのまさに最前線として、ですねこの NATO がしっかり守るべき対象だということです。で、このバイデン政権は、ですねこのウクライナに対しては、そのウクライナには米兵は派遣しないということをです、ね、この2021年の12月から強調していたわけですね。で、まあ、そういったこともあって、まあ、弱腰に見える部分、確かにあるんだろうと思います。ただ、この NATO を守る、NATO の領土を守るという観点ではですね、 この極めてあの、まあ、強力な措置を取ってきていると。で、アメリカもですね、米軍を相当ヨーロッパに増派して、あの対処しているということです。ですから、この NATO はですね、ロシアに対する抑止という点ではですね、この非常に重要な役割を果たしていて、その結果としてですね、このロシアはさまざまなことを口では言うわけですけれども、直接的にですね、 NATO に軍事的な挑発をしているということはほとんどないというのが現実なわけです。もちろんさまざまな活動をやっているわけですね。さまざまな活動をやっているわけですけれども、その直接的に NATO 諸国が戦争に巻き込まれる、あるいはロシアが NATO を攻撃するといったようなことは起きていないと。 ということでして、まあ、NATO による抑止は成立しているということは言えるんだろうと思います。で、これは2年間ずっと変わってこなかったことです。で、ただこれ注意しなければいけないのはですね、これ、NATO が一方的にロシアを抑止しているのではなくですね、ロシアも NATO を抑止しているわけですね。ですから、お互い非常に慎重にあの行動していると。で、まあ、これこそがですね、この抑止が成立している結果ということは言えるんだろうと思います。で、その上でですね、 あの一点、今日触れたいのは、このマインドの話なんですね、この戦争がウクライナにおいて行われていると、でそれを NATO 諸国から見たときに、どういう状況なのかということでして、まあ、これ、有事と平時というのを、まあ、あんまり単純に分けたくはないんですけれども、ただ、このマインドセットの問題としてですね、 この有事マインドなのか平時マインドなのかというのは非常に大きな分岐点になるんだと思います。でその観点でいきますとこの2022年2月に始まったこの全面侵攻が始まった時はですねヨーロッパの一部の国、まあ、ドイツなんかも含めてだと思いますけれどもその自分たちの国に本当に戦果が及ぶんではないかという危機感が相当あったわけですね。でただ これはですね、まあ、非常に皮肉な結果なんですけれども、ウクライナが抵抗してきたことによって、ですね、この NATO 諸国からすると、自分たちのところに戦果が及ぶというこの切迫感、危機感がだいぶなくなったと。でこれ、2022年のうちにかなり下火になったんだろうと思います。ですからこのウクライナが非常に、あの 効果的に抵抗することによって、NATO 諸国における切迫感がまあ低下してで、その結果、まあ、2022年から3年にかけてですね、そのまあ武器の供与というものは大きく進んだわけですけれども、なんとなくその自分たちとは違う世界で行われている戦争だと。 いいうよううよなな認識がかなり強ままってきたんだろうと思いますで、それが今、若干変わりつつあるというところがまた注目点だと思います。といいますのも、このアメリカからの武器の供与を含めて、ですね、まあ、かなり量が減ってきていると、その結果として前線において、ウクライナが使える火砲、火力、ね、この弾薬が足りないと。と いう状況が起きていますですからこの,この数週間もですね、まあ、かなりウクライナ側厳しい戦いをしていて、まあ、ロシアが一部地域は奪還したりしているわけですねですからこれ弾薬が足りないという状況が続けば、まあ、今後もこのような形でロシアが、まあ、部分的かもしれないですけれども前進をしてこの占領地を増やしてしまうという危険性があると。 でそうなったときにです、ねあのまあそう、そういったことへの懸念というのが、ヨーロッパにおいてもだいぶまた高まりつつあるということでして、ですから、今回の戦争があの終わって数年後に、ロシアは NATO を攻撃する体制が整うみたいなんです、ね、そういった形の警告が、NATO 諸国の国防大臣等々からです、ね、だいぶ増えてきているととロシアが勝った場合どううするのかという話と。 この本当に武器弾薬足りなくなったときにどうするんだろうかというですね、まあ、このあたりからですね、だいぶまた危機感が上がってきていると。ですから、この2年間改めて考えますと、その最初、非常に高い切迫感、危機感があって、それがだいぶ落ちてきて、また今、もしかしたら、あのまた上がりつつあるかもしれないと。ただですね、やはり未だに NATO では、このウクライナ、とりあえずどうにか持ちこたえてくれれば、 いいのになぐらいな形でなんとなくその最終的なゴールが決まらないままの議論っていうのも未だに続いているのかなという点は強く感じているところですとりあえず私のから以上ですはいありがとうございますそれでは東野さんお願いします はい、あの、よろしくお願いいたします。あの、申し遅れましたけれども、最初に言わなかったんですが、筑波大学の東野と申しまして、主に EU の対外あの政策を研究しており、その観点から EU ・ウクライナ関係、EU ・ロシア関係などを見てまいりました。で、あの、この2年間を振り返りますと、やはりこの、あの、 ロ,ロシアによるウクライナの侵略というのは EU が非常に力を入れてきた、まあ、近隣諸国と呼ばれるあるいは東方のパートナーシップと呼ばれる国々での出来事だったということです EU はまあ自らをですねあのこの近隣諸国を安定化し平和化し あのまあ、繁栄をもたらす存在であるというふうに自己規定していたんですけれどもそれが完全に崩れたのがこの2020年以降だった22年以降だったということが言えるかと思いますでこの過去の2年間を振り返りますと、まあ、EU は大規模な制裁をあのロシアに対してかけておりそしてウクライナに対して多大な支援を行っているわけなのでロシアからすると当然その中立ではなく敵対する勢力ではあります敵対する勢力ではあってもです、ね、しかしこの2年間の その何らかの形で、まあ、戦争を収めるあるいはロシアと直接に対話をするというような動きが、まあ、出てきてもおかしくなく EU の中でですねあの、まあ、敵対する立場ではあるけれどもそれでもしっかりと対話を行わなければならないということ、まあ、言われてはいたんですけれどもついぞこの2年間やはりこれが実現することはなかったわけです。でこれれはははやはり両方かららののの要因ででで考えなければなけばず EU にに、まあ、そのようにですねぐぐいいいとそのあの外交の力であるいは ロシの力でロシアに戦争をやめさせるリソースもあの能力もそして政治意思もなかったということとそれからロシアの方もまたですねあの先ほども鶴岡先生の方からありましたけれどもあのロシアは NATO との戦争なんだというふうに言いたがりますが EU のことはまあ,あまり言わないということはですねロシアから見ればあの外形的少なくともあの現説上の外形的にはですね EU というのはもう滋賀にもかけない存在でありですね EU からの例えば働きかけなどは ですね。あのまあ制裁を行うけしからん。存在ではあっても自分たちが話をする相手ではないということです、ね。このロシアの認識と eu の認識対称性というのは、この2年間の間にこう削り続,続いてきたということだったと思っています。で、あのこのため、e、eu としても,もロシアに働きかけるということはほとんどもうやっていない。そして何をしてきたかというと、ウクライナとの関係を構築しながら体内。 EU の中でのまとめ上げに、まあ、注力せざるを得ないという状況だったわけで、しかしこの EU の中でのまとめ上げも大変なあの労力を要することだったというのが、例えばハンガリーがことごとくにあのいろいろな EU の案に反対する、あるいはそのポーランドや、あの、まあ、 するバキアなどですねそれまで EU の,、e、の中でもそのウクライナに対する支援を非常に熱心にやっていた国が例えば農業問題なのでウクライナとこう対峙することになってしまうということがからも分かりますとおり必ずしも一枚岩でもなければ一周ごとに立場が違ってくるということですねでこの一周ごとの立場の違いがあの、まあ、これはまた後半でお話ししますけれども2024年、25年とあの、まあ、時間が経つことによってより複雑化してくる可能性 可能性は十分にあるかと思っています。 でその一方で、ウクライナに対する支援は、これは EU、かつての EU を考えると、あのまあ、全く異なる段階に入ってきており、あのまあ、不十分ではありながらも、しかし、大きなステップではあったというふうに思います。EU の中で大きなステップだったということと、ウクライナにとってそれが足りてるかということが全く異なる問題だということは、一つ確認しておかなければなりませんけれども、例えば EU の過去の経緯からしますと、2023年の3月、 2。あの欧州平和ファシリティのその枠内で100万発の弾道あのあの大学をウクライナに支援するという決定がなされたこと、そのものだけでもですね。実は大きなステップではありました。ただ、これもですね。あの同時期にフィナンシャルタイムズがあのまあ,あの暴露したところによります。と、あのレズに当時のレズニコ国防大臣は？ えと月に25万発が必要なんだということで、EU の各国に、そして EU にもですね書簡を書いていたということがありまして、まあ、月25あの5万発ですから、年間直せばその100万発なんかでは聞かないわけですけれども、もともとウクライナが欲していたあのがあの、まあ、量よりもだい,ぶだいぶ少ない量を約束したんですが、それすらもできず、大体いい2024年の3月までには、半分ぐらいしか、50万発ぐらいしか出せないということだったということだと思います。 でそれから2024年の,の EU の50億ドルもです、ね、あの将来の復興もその視野に入れながら、あのどのあの投資保障などを含めたです、ね、非常に重要なあのまあパッケージだったと思いますし、ハンガリーの,その反対をあの乗り越える形で、合意いたしたのは非常にあの良かったんだろうと思いますけれども、あのこれもまた,です、ね、またですね翌日には、あのじゃあ50億ユーロで足りるのか。 ま全く足りるわけがないというですね。非常に厳しい論調またあのヨーロッパの中から出ているのは事実だろうと思います。で、あの最後に拡大のことなんですけれども、しかし、あのそういったそのいろいろなこと前に進まない EU ですけれども、あのこの拡大に関してあのさまざまなウクライナの問題宿題はきちんとあの 明記しておきながらもですねとにもかくにも、2023年の12月に加盟交渉の開始で合意したということは、これまで EU の拡大の歴史を見てきた人間にとっては非常に驚くべきことであると思います。これまでは少しでも問題があれば、あのもうなかなかもう前に進まないと、もう進めるあの政治しかなかったんだと思いますけれども、これやはりですねウクライナの改革を進めていくことが自分たちの支援にとっても大事なんだと。 あのウクライナが改革、例えば法の支配とか汚職の問題とかを解決できなければ、自分たちの支援機能だってもちろん失われるかもしれないし、支援の正当性も問われるかもしれないという、非常に、まあ、リアルなところだったなと思います。なので、仮面支援をしながらですね、自分たちの,の EU、ウクライナ支援のロジックと、それからまあ、あのまあ 合理性のつけ方ですね。これをこう強化していくという姿勢が非常によく見えていました。やはり長くかかるプロセスだろうと思いますけれども、こちらの方も注視していきたいと思います。はい、ありがとうございました。え続いて、ドイツの視点から、山さん、よろしくお願いします。はい、政策研究大学院大学の岩間です。よろしくお願いします。ドイツですね。あの まあ、ドイツもかなりあの外交の激変がありました。で特に現在、まああの、3党連立ですけども、そのうちの2つはリベラル政権で、で従来、すごくソ連あるいはロシアの,あの立場っていうものを、まあ、考える、特に社民党はそうなんですけども、という外交をやってきて、であのまあ、ガスも非常にたくさん、天然ガスをパイプラインでイあのロシアから買ってきたと。 いう強い結びつきがあったんですけどもそれがまあ開戦とともにあのもう切れたとでまだあのドイツあのロシアからガス買ってる EU の国はあるんですけどもドイツの場合はプーチンの側がノルドストリーム閉じてしまってるんで今はまあもを入ってきていないという状態で。 でまあ、かつあの日本でも有名になりましたけれども、開戦すぐ後の2月27日に、ショルツ首相が採点弁でと、時代の転換点ということを、まあ、言いましてあの、ドイツは変わるんだという宣言をしたんですね。で、これからあの防衛費2%使うとで、その時点で1000億ユーロの,あの国防強化のための、まあ、特別基金のようなものを作って、 でそれを数年かけて消化していくということで、あのその分を勘定すると、どうやら2024年で2%達成できるんじゃないかという見込みだというふうにはあの発表されております。で、またそれ以外に、まあ、初めての,あの2023年になってから国家安全保障戦略を発表したり、あるいはその後に中国戦略を発表すると。 それから新しいこととしてはリトアニアにあのドイツ連邦軍5000人規模で常駐するというようなあの計画が発表されていますあの。ちょっとまだ宿舎の問題とかいろいろあって具体化までにはあのハードルがあるみたいですけども、まあ、それもあの、えー、一つ画期的なことかなと思います。他方でそのじゃあドイツが 十分やってきたかっていうと、やはりそこはかなり、えー、皆さん疑問に思っておられてですね、あのこれはまあ,あの、アメリカにも共通することですけども、やはりエスカレーションに対する恐怖心っていうのがドイツではすごく強いと。で、あのポーランドとかも最前線の国は、 そんなあまっちょろいことを言っていてはっていうあのバルト諸国もそうだと思いますけども気持ちがあるみたいですけどもあの特にショルツさんこの2年見ていてもやはり、えー、我々は戦争にはしないならないっていうことを一生懸命言うんですよねあのだけどもあの最前線の国にとってはここで守らないと我々自身の戦争になるという危機感がすごいあるんですけどもそこがちょっとやはりドイツまで行くと。 薄いいかなという気はして,いてあのその2%使いますと言うんですけどもまだその連邦軍のをどういう方向で変えていくのかとかそういう具体案も出てきていませんであの、うん、ショん、ル利さん自身も特に最近モシトラの話になりかけてやっぱりヨーロッパがもっとやらなきゃいけないとで NATO の、うん、全ての イエデン・クワドラートメーターって何平方メートルでも私たちは国防するって口では言うんですけどもその一方でそのタウルスっていうドイツのまあ比較的長距離射程のミサイルを供与するってことはずっとまあ彼がスポーツトップかけてるって言ってるわけですね。なんでまあそれに対して例えば国防大臣のピストリューさんなんかはやっぱりかなりモりタイなさっていうのを表明していて。 でまあ、これからちょっとアメリカの大統領選挙がどうなるか、でまあ、その前にやはりアメリカからの,あの支援というのが先細る、あるいは止まるというのことがあったときに、まあ、やはりドイツが EU の中でリーダーシップを取らないことには、動かない大枠の流れができないと思うんですけれども、その政権がそ、これがその政権にできるのかなっていう、ちょっと今また、 二回目のちょっと曲がり角に来てるかなという気がします。以上です。はい、山さんありがとうございました。それでは最後に五六さんからよろしくお願いします。はい、えー、再び五六です。よろしくお願いいたします。えっとまず最初にですけれども、あの鶴岡先生がおっしゃったようにですね、あのこのまあ NATO あるいは EU まあ米欧全体のマインドがですね、この二年間で常に一定だった 定だったわけではないということはあのしっかり押さえておく必要があるのかなと思いますであの先ほどお話し,しましたエストニア訪問時にですねまあ外務省の高官の方と会いましたがまあ彼が端的に言っていて2022年の初めには我々はですねこのウクライナを過小評価していたとしかし23年の頭我々はロシアを今度は過小評価していたとその結果として現時点があるんだということを言っていたわけですよねつまり昨年の今頃を振り返ってみるとですね、えー えーまあ、この、えー、ドイツ含めてですねこの戦車なんかがウクライナに続々と供与されることが決まっていってです、ねえー、反転攻勢でも、まあ、大きな期待ができるんじゃないかというそういうい、まあ、ある種のこの楽観論みたいなものも出てきたわけですけれども想像以上にロシアはですねこの1年間の戦いを経て、まあ、戦争に適応してドローン戦にも適応してそして塹壕を掘ってというような状況で えまあかなりこの反転構成が思い通りにいかなかったという状況があるわけです。で、そういった中で、我々が今後、つまり2024年、そして来年をこう、えー、こう見てです、ね、どう今,今を考えるべきかということを訴えられておりました。で、その上でですね、えー、今、NATO、EU、ドイツと来て、私の方からは少しフランスについてお話ししたいと思います。で、私が見るところですね、このフランスについてはですね、この1年、 でかなり大きく変化したんではないかというふうな感じを持っています。でフランス外交の特徴伝統的な特徴っていうのは、まあ、EUNATO のメンバーでありながらもやっぱりこの大国間の均衡とか協調というのを原則にしてですねロシアがたとえ問題国家であったとしてもですねやっぱり核を持っていて 国連の常任理事国である限り、やはり対話を続けることでこの安定的なこのヨーロッパの秩序、安全保障秩序というものを創出維持しようとしてきたことにあったかと思います。で、その背景にはです、ね、やっぱりアメリカと NATO を通じて同盟国でありながらも、まあすべてにの点において同調するわけではなくてですね、この大国の狭間に割り入ってですね、フランスあるいはまあヨーロッパの 自立、まあ、この自立というのはオートノのみですけれども、をできるだけ確保して、自分たちの運命を自分たちでコントロールしないといけないんだ、そういう余地を残しておかないといけないんだという意識が常にあったんだろうと思います。で、これはあの伝統、この伝統というのはマクロン外交にも引き継がれていてです、ね、この2年前の大,、えー、っと大規模侵攻が始まる前には、皆さんご存知の通り、 マクロン大統領は、まあ、彼の言葉を借りると、まあ、理性的なプーチンと話し合えばです、ねまあ、彼らの行動を変え,れる変えることができるというふうに期待を抱いてたわけですし、まあ、進行後しばらくもです、ねまあ、ウクライナ支持、ウクライナ支援に対しては、あの確固たる姿勢を、えー、示しながらもです、ねえー、このロシアに恥をかかせてはいけないであるとか、ロシアに対して安心感、まあ、安全を与えなければいけないというような発言に象徴されるように、まあ、この隣人であるロシアっていうのをなんとかこの法制 接することでヨーロッパの秩序を、えー、維持していかないといけないということをこう全面に押し出してきたわけです。しかし、この戦争がまあ長期化してま2年目3年目に入ろうとする中にですね、まあ、特にこの昨年半ば以降まあこういった姿勢がちょっと変わりつつあるのかなという雰囲気がしています。まああの。 変容させているというよりも、どちらかというと、ですね、まあ、こういう戦争の状況の中、フランスとしての行動の余地が狭まっていて、まあ、変容、狭まれているという,ふうがい,いうふうな言い方をした方が正しいのかもしれませんけれども、まあ、その変化を象徴するのが、昨年5月末に NATO の首脳会談前に、このマクロン大統領があのスロバキアで行ったスピーチです。で、このスロバキアのスピーチでは、ですね彼はなんと言ったかというと、まあ、フランスがですね、こう、 これまで、まあ、伝統的にです、ねまあ、中東欧諸国の声に耳を貸してこなかったと、つまりこう中東欧の存在をこう飛び越えて、まあ、ロシアの話ばっかり、えー、聞いてきたということに対する、まあ、反戦の弁をのぜ述べてです、ねまあ、ロシアに対する一貫,性一貫したアプローチがなかったということを、まあ、素直に認めています。 でもちろん、あの、彼がこれまでやってきた、発言してきたっていうことはですね、この中東諸国、特にバルトであるとかポーランドから、まあ、ソース感を食らってきたということもあるわけですけれども、 まあこのスピーチを見ると、ですね、えー、もちろんロシアとの共存というのはいつか必要なんだけれども、そういった状況をえ作り出すためには、ですね、今、目の前では、ですね、このウクライナに対してのセキュリティギャランティーを提供しなければならないと、まあ、彼のスピーチ、英語でもあのフランスの,フランスのえ外務省のホームページに載ってますけれども、セキュリティギャランティーという非常に強い言葉を使って、でそれ以降、あの 伝統的に反対してきたですね。この nato、ウクライナの nato 加盟に対する、まあ支持に転じたというふうに、まあ言われています。で、それと同時に、あの、えっ、ー、と、フランスはですね、まあ、イギリスとともにですね、まあ、長射程の、まあ巡航ミサイル、えー、まあ、イギリスでいうところのストームシャドウ、フランスでいうと,ところのスカルプの、まあ提供に踏み切るなどですね。まあ、かなりあの。 姿勢ととしては大胆なな変化があったのかなという,ふうに思いますでまあ先ほどその NATO 加盟姿勢に転じたというところが非常に大きいと言いましたけれども、まあ、考えてみるとですね、えー、非常に論争を読んだ2008年のブカレスト NATO 首脳会議で、えー、ウクライナはまあ将来 NATO の加盟国になるとでこれがまあロシアを刺激したんではないかという議論はあるわけですけれどもこの時まさにですねウクライナの加盟を準備するためのマップという制度を提供するかをめぐって同盟内が対立 した時にフランスはドイツとともにこのウクライナ加盟への道筋を立てることにものすごく反対して、まあ、アメリカのイニシアチブをまあ最終的には失敗に追い込んだわけです。でこれが今 構図ががらっと変わりまして、フランスはですねこのバルトだったり、東欧諸国とともにこのウクライナ加盟支援をまあ支える側にいて、むしろこれを非常に慎重に構えているのが、まあ、アメリカとドイツという、まあ、非常にウクライナの支援にとっても重要な国であるというところで、まあ、ちょっとあこのツイストした、そういう状況が見られるということです。でまあ、なんででここういうういいシフトが見られるのかいうこととすけど、まあ 彼が最近しきりに言うのはですねロシアに勝たせてしまうとこのヨーロッパの安全保障が主演してしまうという、まあ、それがまず第1点目なんだろうと思いますけれども第2点目はもっとこう冷徹な、まあ、政治的な駆け引きでこのヨーロッパ国際政治の重心がやっぱりこう東に傾いていく中で さらにこのアメリカのコミットメントが不確実になる中で、やっぱりこの変動するヨーロッパ国際政治の中で、フランスがイニシアチブを取りたい、そういった時に、えー、このバルトであったり、中東諸国からの信頼を回復したいと、まあ、そういう動機もあるんじゃないかというような指摘もあります。ただ、やはりですねこの武器支援については、えー、ドイツ、えー、イギリスなんかに比べてもそうですし、北欧諸国に比べてもかなり、えー、この額が少ないというのが現状でして、その トータルで見ても、ですね日本に比べ、日本と比べてもかなり額が少ないので、えー、先日訪れてたエストニアでも、ですね、やっぱりこのマクロンなんかに対する信頼感というのはまだ 半信半疑ということで言葉、言葉よりもまずは行動だということで、まあ、今後、フランスがですね、このアメリカがもしかしたらプレゼンスを下げていくかもしれないヨーロッパの中で、どこまで本気になって行動で示せるかというところが、まあ、ヨーロッパ全体をフランスが引いていきたいという、まあ、マクロンの夢であり、フランスの夢というものを実現するかどうかの鍵になるんだろうなというふうに見ております。以上です。はい、い、えー、ありがとうございました。また56 あ先生ミュートになってますはい、ありがとうございます。ウクライナの視点も後ほどまたいただけるんではないかと思います。えっ、ー、と、最初にあの申し上げるのが忘れてしまいましたけれども、えー、今日多くの方々に、えー、ご参加いただいております。えっ、ー、と、Q&Q A のあの Zoom の機能を使いまして、もしもご質問がありましたらこちらにあの書き込んでいただけましたら適宜後ほど時間が許す限りいくつかご質問をあの取り上げさせていただきたいと思いますのでどうぞこちらに Q&A の機能でお書きいただければと思います。えっ、ー、とパネルまあのパネリストの皆さんにこの2年間を振り返ってそれぞれのご専門からあのご意見をいただきました。続いて今度は2巡目となりますけれども今度はですねこれからどうなるのかと。 今回のこのウェビナーのタイトルがウクライナ軍事侵攻の行方ということで今大きくまた動いております、まあ、つい先日の2月19日も東京でウクライナ経済復興推進会議という形でウクライナ首相が訪日してさまざまなレベルでの日本とウクライナの協力についての合意がなされました、まあ、果たしてこの戦争いつまで続くのかどうなっていくのか あるいは日本はどういうような役割を担うことができるのか、まあ、それぞれの関心、観点から、またあのお話を同じ順番でいただければと思いますので、鶴岡さんからお話しいただいてよろしいでしししょうかよろしくお願いします、はいえーとまあ、行方ということで、あのまあ、何がその見るポイントとして重要かというのをあの3点ほど触れたいと思います一つはやはやりこのの武器の製造能力です。 これがとにかく逼迫しているということでして、でしかもアメリカからの支援がまあ細る、あるいはほぼ止まる中で,ですね、ヨーロッパでどこまでこの武器を作って、ウクライナに送ることができるのか、あるいはそのさらに先を考えれば、ですね、このロシアという脅威を見たときですね、やはりヨーロッパで相当、この武器の貯蔵、武器弾薬の貯蔵を増やさないといけないという課題があるわけ。 ですね、でそれに対してどこまでどこでじゃあその生産ができるのかということはこれかなり大きなあの問題です。でこれは2年前からもちろん分かっていた問題なんですけれどもやはりそのアメリカにおいてもこの武器製造能力が逼迫していると。 ということを、まあ、ヨーロッパ人は改めてまあ認識させられたということでして、まあ、その結果としてですね、まあ、あの韓国からの輸入が増えたりというような形にもなっておりましてその武器弾薬の,この国際的なサプライチェーンをどのように確保するのかというのはこれヨーロッパの今 大きく抱えている問題ではははありますけれれどもこれは実は日本ににとっても非常に大きな問題でこの,日本の自衛隊のです、ね、武器弾薬の貯蔵のレベルが非常に低いと、まあ、足りないということもこれ、非常にもう明確でしてで日本も今対,処対策に乗り出しているところではありますけれどもこの武器の貯蔵庫を新しく作ったりですとかこの製造能力を強化しないといけないということでしてその今決めたところでですね この来月とかにいきなり生産が増えるということでは残念ながらないということですので、これ、本当に間に合うんだろうかというところは今後も見ていかなければいけないところだと思います。で、まあ、その観点で、ですねこのウクライナで共同生産すると、武器、弾薬をですね、まあ、この話というのも、やはりこのヨーロッパで足りないんであれば、もうウクライナで自分で作ると。 といいうのは、まあ、ある意味非常に合理的なな発想なんだと思いますただもちろんこのミサイル攻撃、ドローン攻撃が続く中でですね、この新たな工場を作るというのが本当にどこまで現実的なのかというところは、いまあ、未だに若干疑問なところはありますけれども、ヨーロッパ、アメリカの一部企業はですね、すでにかなり あのコミットしているということでありまして、まあ、こういったところも今後、まあ、これは本当に進むのかという点を含めて、新しい論点になっていくんだと思います。でもう一つはやはやりこの NATO に本当にウクライナは加盟できるのかと、で今年7月には NATO の首脳会合がワシントンで行われますけれども、まあ、そこでどのような前進をすることができるのかと。でそこで、1つ占う部分で非常に重要なのが、この1月以降、ですねウクライナがさまざまな国と結んでいる、署名している、この2国間の安全保障協力協定ですねで。今までイギリス、ドイツ、フランス、そして昨日えっ、ー、と き昨日が、えー、とデンマークですねで、オランダも近々というふうに発表されています。で、これ、見比べていきますと、このだいぶ各国によって、この NATO 加盟、ウクライナの NATO 加盟の温度差というのが、まずかなり見えてきてしまっているんですね。ですから、NATO としてのラインというのは当然あるわけですけれども、これを各国に落とし込んだときに、やはりまだまだ相当違いがあると。 でこの4つの,あの二国間協定を比べますと、英、ま、仏、あ、が一番、ウクライナの NATO 加盟に積極的な支持の文言が入っていると、それに対してドイツはほぼ全く NATO をスルーしているというような状況でしてで、デンマークがその中間ぐらいかなという状況です。で、今後もちろん最大の焦点は、アメリカがです、ね、どのような二国間協定を結んで、その中で、 加盟問題に関してどのような文言を入れるのかと、このあたりは今後、占う上での注目点かと思います。で、最後に、そのアメリカの関連なんですけれども、やはりこの、まあ、トランプ氏がですね、もしまた当選したらという話でよく言われますけれども、ただこれ、重要な点は、このすでにもう影響が出ている、悪影響が出ているということな ですね、あの議会でウクライナ支援が止まっているというのも、まさにトランプ候補がですね、あの特に下院に対しては相当圧力をかけているからだというふうに言われていますし、であともう一つ必要なのは、これ、たとえトランプさんがです、ね、当選しなかったとしても、このアメリカにおける内向きな傾向というのはおそらく続くんだろうということなんですね。ですから、このバイデン大統領が再選されれば問題解決ということでは全くないと。 いうことでこの点についてヨーロッパの,この安全保障国防担当者関係者の間では徐々に認識があの高まってきているんだろうと思います。ただここで重要になるのがそういったもうアメリカには頼れないというですね、まあ、だとしたらヨーロッパがしっかりこの国防努力をしないといけないというふうにこの意識が高まってきた人たちと。 まあ今まで通り、これからもいけるんでしょという感じで、ですねいまだにヘイジマインドの人たちとのこのギャップをどのように埋めていくのかというのは、今後、非常に大きなあの挑戦、課題になっていくんだろうと思います。以上ですはい あありりががととうううごござざいいいいいままましした続いて東野さんお願いしますすはども私の考えを申し上げる前に、先ほど、あの私、50億ユーロというふうに、あるいは50億ドルなんかもうめちゃくちゃになってしまっていたんですけども、500億でございますので、大変申し訳ございませんでした。であの先ほども、もうすでに鶴岡さんの方からあのお話あったことと重なる部分もあるんですけれども、私の方から今後を見る上で、行方を見る上で、あのいくつか大事な点と思われる点をお話ししたいと思います。 まず、武器の,あの調達がうまくいっていない、そして貯蔵もこをついていてですね、あのこれをどのようにあの立て直すのかということは、やはり大変難しい問題だろうと思います。でそのことと関連して、やはりこう自分たちの身も危ないんだというふうに、一部のヨーロッパの国々、あの中東欧とか北欧,あの北欧とか、それからあの東欧とかですね、あの国々が考え始めてきているということは、非常にこう重要なあのパラレルだと思うんですけれども、 私はこれはいい面もあるけれどももしかしたら局面によってはですねウクライナ支援の足を。 あのこう縛ってしまうようううううよなな要因ににるかといいうう思うんですねっていうのはおそらく2024年2025年とつながっていくにつれてあのまあ自分たちも危ないんだということがです、ね、ウクライナが負けてくれば来るほどそういった認識が高まってしまう時にです、ね、じゃあ自分たち限られた予算の中で限られたリソースの中で自分たちも守らなければならないしでもウクライナにもロシアをしかし,してもらわなければ困るとなった時にどちらを優先するのかとなった時にですねあの外 あの外から見れば、そのウクライナにまずは頑張ってもらって、しっかり押し返してもらって、その余力で自分たちの防衛力をというふうになるのがいいんではないかと、外形から見たらどうしても思っちゃうんですけれども、しかしそこをやはりウクライナにちょっと渡しにくい、あウクライナの渡すのはちょっとその後回しにして、あの自分たちの,あの防衛力をつけなければならないというロジックも当然働いてもやはりおかしくないと思って。 ているんですねなので、あのそれや,やはり今回のですね例えばウクライナに対する戦闘機の引き渡しなども、ですねなぜいやここまで遅れているかというと、自分たちの戦闘機のあのアップグレードがなかなか間に合っていないというそのところがあ,あるわけでして、こういったことはたくさんこう出てくるというふうに思っていますので、自分たちが間に合ってでない、そして自分たちもロシアの脅威をダイレクトに受けるようになってしまったから、ウクライナの支援、加速するというふうなあの単純な図式ではどうもいかなさそう そうなところが非常に心配なところだと思います。 でそれからの,あのエストニアの関連で言うと、ですねやはりそのエストニア自身も、そのこの,あの、まあ、侵略がですね東アジアにも非常に大きな影響を与えているということはあのいろんなところで言われていまして、やはり私,私たちから説明するまでもなく、先方が認識を共有していたのが、まあ、非常にまあ東アジアのそのからの武器,て武器の,てあの提供が、兵器の提供が、あの戦況にあのダイレクトに影響を与えていると。例えばば韓国であれば、まあ ポーランドを経由しておそらくそれが間接的にウクライナ支援になっているということもよく知られていると同時にですね、非常に深刻な懸念として言われているのがあのロシアが安保理決議もものともせずですね、あの北朝鮮からその相当の弾薬の,の支援を受けているだろうと。 兵器の支援を受けていいるだろうということとこでもうすでに良、まあ、くも悪くもあのサプライヤーとしてもうあの東アジアのアクターがあの活発になっているということは相当そのヨーロッパの人たちもあの意識をしているところだと思っていますのであのこれからもこういった形での東アジアの面の集まり方はあるだろうということをしっかり我々が認識しておくべきだろうと思います。 でそれから将来的にやはりです、ね、まあ、2023年もあの、まあ、ウクライナの当事者があまり言い出していないにもかかわらず、停、まあ、戦どうするのだというような圧力が、まあ、強まってきていますし、日本でも、ですね即時停戦を訴えない人間は、ウクライナ人最後の一人まで見殺しにしてよい、まあ、徹底抗戦の者で危険なのであるみたいな議論が出てき,てきましたけれども、 これはあのどうしたらその平和があるいは安定が達成されるのかということに関して、まだこの2年間、全くがあの,、まああのぼんやりとしたでも結構いいんですけども、コンセンサスとかですね、あ,のある程度の,その基本線みたいなところがまだまだ現れていないということだと思います。これはヨーロッパでもそうですし、日本でもそうだろうというふうに思うんですよね。あの例えばもうあのこれから先、3、4年 あのロシアが再侵攻してこかなきゃったらそれでいいじゃないかというような考え方もあるとは思います、あの原理的には考え方としてはあると思います、私は同意しませんけれども、あると思いますし、あるいはその先に、ですねいやいや、もうこんなことを数年おきに繰り返してて大変だし、そのクリミアの後に2014年の後に2022年が来ているのだから、確実にこう拡大すると考えて、もうそういったことは絶対にないようにということで、あのその先々の,そのリスクまで見据えて、それを安定して 安定をどこに、ラインをどこに引くのかっていう議論がまだまだバラバラだと思うんですよね。で、これが2024年中に、2025年中に修練するのかというとなかなか私はそこは厳しいと思いますけれども、そこを恐れずにさまざまな可能性議論の可能性を出していくべきだろうと思います。で、その中でやはりです、ね、ロシアを利さないようにしながら、そのまあ、今すぐに停戦みたいな、のですね一見素晴らしいんですけれども、 もあのそほぼ成立しようのない議論というのもやっぱり出てきてしまっているわけですね。今の,あの戦線で固定すれば、それはロシアは利していることになるので、ロシアを利してもいいから、今のこの時点で停戦をするのか、やっぱりロシアを利しちゃいけないから、まだそのロシアの,です、ね、あの追い出しに注力をすべきなんだという、ですねあのそのあたりをあのしっかりその立ち位置をきちんとしていくのがこれまで以上に重要になってくるというふうに思います。で最後に NATO のの加盟の問題なんですけれどもそのビル 以降ですねやはりほとんどこの話がアクティブに出てこなくなった印象はあるんですけども、エスタニアでもまさにそうでして、もうちょっと加盟っていうのはそのかんあの、そろそろですねあの、そろそろというか。 あのもうどうにもかいがないんではないかというような声を実はたくさん聞きました。あのこれはある意味意外だったし、まあ、でも状況を考えると当然なのはですね、意外なのはなぜかというと、カラス首相がいやもうあの戦争中の国、NATO に入れられないっていうんだったら、それはロシア、いつまでもいつまでもクウクライナに対して攻撃を仕掛ければ、一生、こうですねあのあのウクライナの加盟を阻止できますよねということを言っていて、それはそれで最も,もなんですけれども、最も,もではありながら、じゃあ、どのように、 そのまあ、あのウクライナをのに線を引いてですねどこからどこまで入れるのかとか、それはどんな条件なのかとか、です、ね、そういったことをやはりあのの議論、そういったその、まあ、理論的なというか、あの頭の体操としてでもなんですけども、そういった議論がやはりちょっと縮小はしているのかなという。あの 傾向は見て取れるかなというふうには考えています。なので、またあの、ワシントン首脳会議の前に非常に議論としてはあの、まあ、厳しい議論が続くのかもしれないですけれども、あのなかなかこ,うこれについてはあの適切な会がないまま、このまましばらくいくのではないかという、そういった悲観的な印象を私は持っています。はい、東野さんありがとうございました。それでは、山本さんもどうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。 えーっとですね今後の話、ちょっとどのレベルでするかっていうのはなかなか難しいんですけども、まずあのドイツから始めると、あの要するに今の3党連立が結構お互いに規制し合ってるって言いますか、一番の鍵は財務大臣をやっている自由民主党の党首のリントナーっていう人で、まあ,あの皆さん、ちょっと小耳に挟まれたことはあるかと思いますけど、ドイツはう。 憲法で債務ブレーキというものがはまっていて、ですねよっぽどのことがない限り、あの財政赤字出しちゃいけないということになっているので、そのコロナの時はこれ、外したんですねあの、これはもう命かかってて大変だということで、けれども、今回、まだそこに行ってないんですね、これがあの平常モードで行くんだっていうのが、やっぱり今、23年までのドイツの雰囲気だったんだと思うんですよ。 で、それがどう変わっていくかっていうことで、今、そのドイツで一番人気があるあの政治家はピストリウスさん、国防大臣であの、キャリアはすごく浅いんですけれども、比較的論理的ではっきりしたことを言ってると。で、彼が言ってるのは、要するにもう採点弁で、時代の転換点じゃなくて、下段圏弁でこう考え方の転換点を持ってこなきゃいけないと。で、私たちは、 あの連邦軍で戦争が戦えるような状況にならなきゃいけないと。で、ドイツは5あのロシアが5年ぐらいで NATO と戦争をするような状況になる可能性は十分あると。いうようなちょっとまあ挑発的なあのことを言いながら、最近すごくメディアに出ていて、で彼がまあ連邦軍の改革をまとめたいと言ってると。いうことで、 こ、まあ、今年これからドイツの国内でどういうふうに流れていくかっていうことがあの注目されると思います。で、やはりあのアメリカがちょっと先行きが不透明だっていうことを考えると、どう考えてもその経済規模からしてヨーロッパの中でドイツが相当頑張らないことには何も動かないので、でまあ、あのフォンデーラインさんが EU レベルで。 え防衛産業戦略っていうようなことも言ってますけども、言った途端になんかいろんなとこからあのいろんな声が出ていて、ちょっとそこはどこに浮くか分からない、防衛産業ってやっぱり国の儲けと直結している話ですので、フランスなんかもあの多分いろんなことを言ってくると思いますけども、要するにあの製造能力をヨーロッパ全体として上げていかないと、おそらくアメリカからの,あの補給がこう細ったら、 なかなかこう追いついていかないという面もありますし、で自分たち自身があのもっと準備をしなきゃいけないという面があると、私、それに加えて、やはり停戦っていう言葉ばが、まあ、ち,ょくちょくちょく聞かれるようになりました。で現状、今ある状況で停戦したいと思っている人はロシアにもウク,ウクライナ側にも多分いないんですね。だからそこはあの成立しようがないと でまあ、まだまだ道は遠いと思うんですけども、その支援している側も、一体この戦争にどういう出口がありうるのかと、そのためには何を、どういう能力をウクライナが持たなきゃいけないのかっていうことを、真剣に考えなきゃいけないときに来てると思うんですね。去年の今頃って、やっぱりなんとなくまだ楽観的ムードがあって。あの 結構、ウクライナやるんじゃないかと、バーっと押し返して、どっかで和平に申し込めるんじゃないかって、持ち込めるんじゃないかっていうあの気分があったと思うんですよその。アメリカのフォレンアフェーズとか読んでても、クリミアで妥協したらどうかとか、そういう話が出てましたから、そこまで全くいかなかったと、えー、いうことは、我々がしたあの種類の支援では、そういう状況には全く持ち込めなかったということで、 このような支援を、今までのような支援を続けていては、おそらく状況はそんなに大きくは変わらない、近い将来、よっぽどそのロシアの国内で革命が起こったりとか、そういうことがない限り。なので、えー、ぼつぼつやはりも,うもっと長距離打撃力を与えるべきだっていう意見がヨーロッパの中から出てきて、先日、の NATO のストルテンゲルグ事務総長も、もうなんか任期の終わりが近いからかもしれませんけど、言ってましたしで、それ止めてきたのは実はアメリカなんですよね。 なので、えー、バイデン政権が続くからといって、いいわけではなくて、非常にこう残酷なレベルでの戦争がずるずる続くと、それが求めていることなのかで、終わらせるためには、ある種のエスカレーションが必要なんですよね。だけども、そのコントロールを、まあ、難しいということで、ドイツもアメリカもすごく嫌がってるわけですけれども。 あの一定程度の,この,ああのレベルアップ、エスカレーションしないと絶対に終わらない、それをどこまでと見極めて、どういうシナリオで終わるとこに持っていくのか、で私は、もうこれ、本当に長期的な話になりますけども、多分もうここまで来たら中国も巻き込まないと、プーチンが生きてる限りは戦争、終わらないような気が最近してきてます、以上です。 はいいありがとうございましたそれでは最後にゴールフさんからもお願いしますはい、えー、私の方からは、まあ、今後の展望というところの注目点としては、やっぱりあのウクライナの、えー、リーダー、あるいはウクライナの人々の、まあ、高いと言われてきた指揮がどうこれから変化していくのか、このまま継続していくのかという点です。 でえーまあ、ここ最近、この戦争2年目ということで、えーまあ、各種報道でもですね、まあ、ウクライナの人々へのインタビューであったり、えー、こうドキュメンタリーというものがあの報道されていますけれども、もうやっぱりこれは我々が言うまでもなく、ウクライナの人々は疲れきっているわけですで。それはもう疲弊しきって、今すぐにでも戦争をやめたいと。 思っている。ただそれは自分たちの意思ではなくて、あっちから攻撃をし続けて、こちらがま抵抗し続けない限り自分たちが消されるあるいは国が消されるという思いから、えー、まあ、完全に疲弊しきってでも抵抗しなければならないというところにあるんだろうと思います。まずここをしっかり理解するっていうのが重要だと思うんですよね。でその上で、えー、ただやっぱり反転構成があこの期待された以上にまあき 期待以上のものをもたらさず、むしろ失敗に終わってしまったことで、やはりウクライナ社会には、ある種の、えー、この落胆であるとか、幻滅っていうのが広がっているっていうのは、世論調査からもあの見えてくることかと思います。 でえー、まあ例えばですね、えー、以前、このフォーマットでお話ししたときもです、ね、この領土的な妥協をして、でもこの平和を獲得すべきかということに対しては、ですね、まあ、80%以上の人たちがこう常に反対してきたわけです、つまり徹底抗戦をし続けるんだというのが、もう圧倒的な多数であった、これがまあ今年の12月の調査によると、少しだけやっぱ落ちてるんですよね。ここれがののままずっと落ち続けるかかどうか えー、ここがやはり注目点もちろんですね、この今の時点においてはです、ねえー、やっぱりこの多くの人がウクライナの勝利というものを、えー、信じているしであの、この西側からの支援があれば、えー、この領土的妥協することなく、徹底抗戦すべきだということが、やっぱり多くを占めているということもまた忘れてはいけない。ななんでそうううのかっていうとこれはもう 進行当初から言ってきたことですけれども、ウクライナの人々にとって大きく2つの,この教訓があると思うんです、つまり1つ目は、ミンスク合意の教訓、つまりそれは何かというと、2015年、まあ、2014年にクリミアが併合された後に東部で紛争があったときにです、ね、えー、こうまあ西側の一定の圧力の下で、えー、このロシアとの間で提、えー、締,結締結した。 ここのの合意ととといいうよううよななものが機能しなかったということですでそれはミンスク合意が機能、その後しなかっただけではなくて、ミンスク合意を、えー、証明したその瞬間に、まさにロシアがこれ、チャンスとばかりにです、ね、領土を拡大したということです。つまり停戦というのは何時、何月何日の何時から始まりますよということなんですけれども、それまでに当然、領土を拡大しようとするし。 その時間が来て、その時間が過ぎても、そのロシア軍は止まらなかったということを、ウクライナの人々はよく知っているので、この停戦をするにしても、どういうふうにそれをしっかりと履行させるかっていうことが、確証がなければ、ですね、なかなかこの停戦交渉に応じたと,と,とて、この 締結にまで行かないというところそして定戦交渉の結果定戦協定が結ばれたってそれが和平にはつながらないということをし,、まあ、しっかり学んでいるということですでもう一個はこれに連関するもう一つの教訓がブタペストの教訓と私は呼んでいるものでこれはまさに1994年にですね、えー、この旧ソ連の遺産としてウクライナに残置されていた、まあ、ソ連製の核兵器を 放棄する代わりにです、ね、ロシア、アメリカ、イギリスがウクライナの安全を保障するといったものが全く機能せずこういった事態に起こっているということでして単なる紙切れの約束あるいは口約束ではです、ね、もうあの安全の保障はできないということで何かしらの停戦、何かしらの,しらの、えー、合意が結ばれる時にはしっかりとしたこの安全の保障があ確保されなければ またこのロシアが侵攻してくるかもしれないという、まあ、恐怖感にさいまされているということです。だからこそ先ほど鶴岡先生から冒頭ご紹介あったように今ウクライナはすぐに NATO 加盟ができないということで。 えーまあ、G7 諸国、そして G7 諸国以外とも2国間の安全保障協定をさまざ、あ、まなレベルで締結することによって自分たちの安全を確保しようとしている、ただそこもやはり NATO レベルの安全保障を得れているというわけでないので、やはりまだ不安感は残っているんだろうというふうに思います。そのの上で、まあ、3つの、えーこの イリュージョンとというか幻想があると思って一つ目はやっぱり即時停戦ですつまりこれはもうすでにいろんな方がご指摘言ったようにそれは停戦今すぐなせれればいいわけですがそれがウクライナにとってベストな停戦でなければですね、えー、問題があるわけで問題はこの停戦を呼びかけるときにプーチンこの現状での 今のラインでの停戦を受け入れるかどうかというところがまだ誰にもわからないということで、つまりプーチンの狙いというのはおそらくこの領土ではなくてウクライナ国家の主権そのものであって、それを達成するまではこの戦争を続けるのではないか、あるいは一旦停戦に持ち込んだとしても、その後、何年かして攻撃を再開するのではないかということを真剣に考えなければならない。 えー、このウクライナ同盟国間の間でこれを共有していかないといけないということになろうかと思います。で2点目が、もちろんアメリカの支援停止というのはものすごい影響があって、トランプが言うようにアメリカが支援を完全に止めるとです、ね、もしかしたらそれはかなりウクライナにとって厳しい状況になるのかもしれないけれども、ただし、その瞬間に戦争が終わるわけではないんですよね。つまりウクライナ側には アメリカと同規模とはいかないまでもヨーロッパからの支援がまあ入ってくるでしょうし、それがたとえまあ少なくなっていったとしても、ですねウクライナ側で一定程度のこの抗戦能力が残っていればゲ、ゲリラ的な戦闘が増えて、ですね全くこの戦闘が固定化して安定的な状況にならないという状況が生まれるかもしれない。だからこそ逆に言うと、ですねロシア側からすれば、アメリカが支援をもうまもなくやめますよというところで、じゃあ私たちもそれに合わせて善意を示して、 停戦しましょうということになるはずがなくて、ですね、これ、チャンスとばかりに、むしろ支配地域を拡大する、エスカレーションするという可能性もあるわけですよね。ですから、このアメリカが支援を停止すれば、この戦争がまあ24時間以内に終わるというふうに言っている大統領候補もいるわけですけど、そうにはならないということをしっかり見据えた上でえで、ー、そこに対してどうするかっていうのを、このまあ西ヨーロッパも含め、ヨーロッパ諸国も考えていかないといけ。い最後が支援で、 あるいは制裁疲れに関する幻想ですで。支援疲れ、制裁疲れがあるっていうのは確かだと思いますけれども、今の時点で停戦に持ち込まれても、ですねこれは現状が変更なされ,された状況で、 停戦になっているわけですからもちろんこれは日本も含めて西側の指導者の判断次第ではあるけれども当面はこの制裁というのは続くわけですよねつまり我々はもう2022年の2月以前の世界には戻らないということさらに言うと2014年のクリミア以降日本も含めてアメリカ EU はロシアに対して制裁を続けてきているそして今日までそれを継続しているわけですから今の状況で止まってもこの制裁が 続くということを考えればそういった中での我々のこの生活我々の経済というのを考えていかなければならないってそういう長期的な視点で、えー、物事を見通す必要があるのかなというふうに考えています以上ですはい長男お話ありがとうございました随分、えー、と,ずいぶんとあの論点が先にわたっていずれも大変重要な論点でございますけれどもまああの過去2年間を振り返っていただきまたあの現在 これからのの戦争すでに,に,、えー、にですね、あのご質問も14いただいてまして、かなりあのどれもはい、良い質問あのがたくさんございますけれどもあの、パネリストの方に質問に答えていただく前に、えー、他のパネリストの方にご質問やコメントがあれば、あるいは先ほどのお話の中で、あの補足をしたいという点、 であるとか、あるいは他の方のお話を聞いて、えー、それに付け加えたいということがあれば、皆さん一言ずつ2、3分でお話しいただければ幸いです、えー。同じ順番で鶴岡さんからお話しいただいてよろしいでしょうかよろしくお願いしますあ。はい、ありがとうございます。停戦の,の話がですね、いろいろ出てきましたので、ちょっと一言触れたいと思います。もうこれは今まで皆さんあのご指摘された通りでして、あのとにかくこの停戦 ににななるってていうううのははとととかくままずはあの固定化されしこんですから、占領地がそのまま残るということでして、これを交渉によってあの取り返すというのは、おそらく可能性はゼロなんだろうと。ですからこ、のこのラインで停戦といった時点で、そこはある程度、事実上はまあ法的にどこまであの認めるかと別として、事実上は、 この領土を失うということになるということですので、まあ、そこはなかなかウクライナにとって、誰がどういう立場でそれを受け入れることができるのかというのは、非常に大きな巨大な問題なんだろうと思います。で、あともう一つは、やはりそのロシア側に停戦する気がないということなんですね。これ、停戦の議論って常にそのウクライナが停戦を拒否しているんだと。 ですから、ウクライナに圧力をかけて、その一部領土を割譲することを認めさせれば、停戦が実現するという、そういうなんか前提で議論されることが非常に多いと思うんですね。ただ、ここは非常に問題でして、このロシアもですね、この今のラインで満足、戦果として満足であって、いつでも停戦しますよなんてことは一度も言っていないんですね。だからプーチン大統領が強調しているのは、この非ナチ化、そして中立化、非軍事化というですね、 このまあ、プーチンが言うところの特別軍事作戦の当初の目的が変わっていないということをずっと強調しているわけですね。で、そうだとすると、あので実際にですね、今まであのロシアが停戦を提起し,してもいいはずの場面っていろいろあったと思うんですけれども、それ一切していない。 ね、ですから、それはやはりあの目的が変わっていないと、ですから今の段階では全くあの停戦する気がない、でさらに言えばです、ね、このウクライナ側に流入するです、ね、この武器が減れば減るほど、ロシアは有利になるわけですね、そうするとさらに自分たちは占領地を拡大できると。 思う可能性が高まるわけですねそううすすすすすするるとととますます定戦へのインセンセティブは低下するということですですから、これ、停戦実現したいということである、私もこれ、停戦というのは、いずれ絶対実現しないといけないものだと思ってますけれども、このロシアをして、停戦を飲ませないといけない、そしてロシアがこれ以上戦っても損であると、占領地拡大することもできないと思わせない限りですねこのロシアが停戦を受け入れる土壌がやってこないと、成立しないということなんだろうと思います。 ありがとうございました。それでは続けて東野さんからもよろしいでしょうか。はい、あの、ありがとうございます。あの、私もの,の方もですね、やはりあの、ここまで、あの、停戦論ということが日本で、あの、盛り上がるとはちょっと私も思っていませんでしたが。なかなかこう、ヨーロッパに行くとですね、まあ、停戦はあ,ありえないでしょうと。だからもう支援を続けていくしか私たちにはないんですよという声は本当によく聞きますので、私はそこに、あの、まあ。はい 強い説得力を感じるんですけれども、何やら日本では、ですね即時に停戦ということを強く訴えなければ、これがもうウクライナ人の命をこう、まあ、犠牲にする。あの ことにまあ、積極的な人間なんだというレッテルを張られがちなんですけれどもあの即時に停戦をしてもやはりその後にその平和が続かなければ意味がないのであって実効的な停戦とかですねあの永続的な停戦とかはやはりそちらの方にそろそろ日本もきちんと議論を移していくべきだろうというふうに思うんですね即時まあ、もちろんですね早く終われば終わるに越したことはないこんなことはもともと始まってはいけない侵略でありましたしそうである以上ですね一刻 くも早くロシアに諦めてもらわなければならないんですけれども、あのそれをなぜか、ですねあのこ,れをあのこのまま固定することがその、まあ平、本当の平和を愛する人間の,あの考え方でありそうでなければ、ですねあの、まあ、戦争大好きな人間なんだと、まあ、こういった二元論というのは、まあにあ,のまあ、ありがちではあるんですけれども、やはりなんとか2024年中、ですねもう少しその、まあ、当事者としては、そして周りを見て見ている我々からしてもですね、 あの長く続く平和実効的な停戦こそが必要なのであり、今すぐということをあのも,もう大事ながらそれを上回る。そのまあ、安定感。あの、それから永続性ということを考えていかなければならないということは繰り返し繰り返してきていきたいと思います。で、あのまあ外交の努力が足りないみたいなこともよく言います。けれども、あのこれに関してはですね。あのこの2月10日にそのナショナルインタレストという雑誌にあの。アンドレ スムラットさんとというあの非常に長くあのロシアとウクライナの関係を見てきた人が論考を発表しているんですが、なぜ外交はウクライナ戦争を終えられないのかというそういういタイトルなんですね。でいくつかそのな,なぜすぐには終えられないのか、終えることがかあの非常に難しいのかということであの、4つぐらい挙げていらして、まずウクライナもロシアもその、まあ、戦争を終えてです、ね、仮にあの現状の,その戦線でこう国境を固定するとするとすると、もう憲法の改正が必要になってくるんだけれども、ウクライナ に関してはです、ね、ミンスク合意のあと、それを履行しやすくなるための憲法改正というのが試みられたんだけれども、そのミンスク合意に対応するだけの戦争のためだけにでもです、ねまああのまあ、流血事態になってしまったということで、まあ、この憲法を変えるということはもうあの、ロシアとウクライナ、特にウクライナによって極めて難しいということですよね。そして、まあ、今まで何遍も出てきているように、このパネルでも指摘があったように、まあ、そもそも両国民にあの戦争終結への意思が、まあ、ドミナントになっていない。 とということですよねでそれからクリミアの扱いも非常に難しくて、クリミアは残したら残したであの、ロシアの領土として残したら残したで、いつまでもこうウクライナ側としてはそれを奪還するということになるでしょうし。クリミアをじゃあああその、まああのま ウクライナ側が奪還したらしたであの、今度はこの、まあ、プーチン大統領は、まあ、あのその歴史観に従ってです、ね、あれはプーチン大統領ではなくても、あのロシアでもう非常に固定的になってしまったあのクリミアというのはロシアのものなんだっていう。 あのそういった歴史観の元にです、ね、やはりもとに取り合いになってしまうということでクリミアに関してはウクライナに帰属しようがロシアに帰属しようが絶対にその後その紛争のためにならないわけがないということなのでそのクリミアの位置がどのようになろうとも地位がどのようになろうともこれは絶対過去を残してしまうということそして今回はですねやはりもうことはウクライナの問題だけではなくて、まあ、モルドバ、ポーランド、バルト諸国、まあ、いろんなその東欧の国々にもインプリケーションを与えることなのでこれロシア ロシアの長期的な意思を 意図をですね当事国が信じられない以上、停戦ということになってくると、これは自分たちにも,あのもあの直接的に危険が及ぶことなのだとなりです、ね、そこにこうサポートが集まるのは極めて難しいという、そういった多面的なそのあの考察されているんですね。なので、あの決してあの即時停戦が悪いというわけでもあの、するべきではないということでもないんですけれども、しようがない、する状況にないということをですね、その状況で 厳しさをぜひ2024年中はですね、あの私たちもその理解を日本において深めていければなというふうには考えています。はい、ありがとうございました。えー、同様に、さんもよろしししいいいでしょうかお願いしますはいあのまあ、ヨーロッパ諸国の中にも支援疲れというのは確かにあるんですね。で、それは一定程度、国内の分裂に出始めている国もあります。 でドイツとコオランダとかフランスもそうですけれどもいあの極右政党って言われるあの政党がもう何のためにこれ以上戦争を続けるんだとさっさとやめてロシアと仲良くしてまた安いガスをもらえばいいと我々の生活苦しいんだっていうような主張をして一定程度の支持を集めています23割の支持を、まあ、国によって違いますけども 得ているので、そのファクターっていうのは常にあるので、これはあの各国内政の中でまあそれなりに難しいものになり続けると思います。あのただヨーロッパはやはり地理的に近すぎますので、であのどうして停戦できないかわからないっていう意見はあるんですけども、現状でもしあの今じゃあ明日からやめって言って停戦させた場合は要するにあの 福祉の要求っていうのが先ほど鶴子さんもおっしゃった中立か非なちか樋口かってほぼ完全にロシアの属国になれとで国内にいる人はみんなあのナワルニさんみたいな目に遭うかもしれないとあるいはブチャみたいなことが起こるかもしれないとあるいは子どもたちもロシア化するために連れてって教,制教育するよとかそういうことが起こっても全くおかしくない状況であるとそういう 国になってもいいから戦争をやめたいというふうにウクライナの人が思わないとしたら、それを私たちが強制することはできないと思います。あのなんて戦い続けたいという意思があるのであれば、それをやめろというのは我々の権利じゃなくて、自分がどういう国に住みたいかっていうのは各国の国民が決めることです。で あのですから、まあ、極右の問題もあるんですけど、あとはもう一つですね、停戦、仮にどっかの時点では交渉をやってみるしかないと思うんですよね。で、私もだから、ボスニアの,あの紛争、旧ーゴの紛争とか、ずっと見てきましたけども、あそこでも、あの特にボスニア・ハイスコビですね、何度も何度も停戦合意されたんですけども、結局、最後、うまくいったのは、 アメリカが空爆して、これ以上エスカレーションするぞっていうものすごい脅しをかけたとで。あの場合は相手が核兵器持ってなかったから割と気楽にできたんですね、これはね。で今回、ロシアは核兵器持ってますから、それははるかに難しいんですけども、ただ、だらだらと今の状況をくず続けていても、多分ロシア側はだんだん形戦能力をつけてきてますで。ロシアっていうのは最初、 あのダメなんですけど、だんだん学ぶ国なんですよね。あと、ものすごいあの私たちの社会では考えられないような苦しい生活にも耐える能力がロシア国民ってあるんですよね。それはナポレオンに対してもヒトラーに対してもそれで耐え抜いて勝った国民なので、あのそこを甘く見てもはいけないと思いますしただ、その停戦というときに多分ボスニアもそうでしたけど、まずアメリカがエスカレーションの。 ものすごい強力な脅しをかけて、で、その後 NATO の停戦監視団を入れたわけですよ。ね、S4 っていう、えー、I4、そして S4 っていう、NATO 自身が停戦を監視するって言っても、もボスに入っていったわけですよね。今のウクライナでそれができるかと、それやる気がある国があるかと。で、もともと、さっきおっしゃったミスク合意の時に、 OEC が停戦監視に入っているんです。でも、ほぼ丸腰で少人数で動いているだけの彼らにはほとんどその停戦が破られた時にそれをこう止める力はないわけですね。だからそこもどうするのか、固い NATO に入れないとしても NATO 軍が停戦監視するというようなことをじゃあプーチンは受け入れるのかと。それを受け入れさせるためにやっぱりプーチンにも相当しんどいと思うような状況が出てこなくていけなくて。 そこまで行くには、やっぱりもう一度にしがしっかりこう、戦略を考えて、私たちどこで落としどころを見つけようかっていうのをこう、2024年ってしっかり考えないといけない、推なんじゃないかと思います。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、最後に、合六さんもよろしいでしょうか、お願いします。はい、えっ、ー、と、まずあの、岩本先生が今おっしゃってた、その停戦がどこかで実現した後、その状況をこう見守るための、まあ、PKO のようなものが、 えー、より課題になるという話があったんですが、まあ、これ、平場のというか、ロン論壇の議論でも、ですね、まあ、即時停戦をして、国連軍を入れるなり、o s c の軍なりを入れることによって、 えー、安定化させるんだという議論はあり、それは確かに理論的にはそうなんですけれども、実は2015年のミンスク合意後ですね、今、先生おっしゃったように、OSCE の監視団っていうのは入っているで、その後、実はプーチン大統領が先に、そしてその後、当時のウクライナの大統領、ポロシェンコ大統領が続いてですけれども、国連の PKO を当時は東部ドンバス紛争ですけれども、ドンバスに入れるべきだっていうやり合いをしているんですよね。 だけど、結果的にはあのいかなる合意もできなかった。なんでかっていうと、結局、PKO をどこに入れるのか、どこに展開するのかをめぐって、結局、ウクライナ、ロシア周辺の国で合意ができないからですで。プーチンからすればその、いわゆるコンタクトラインと呼ばれてたところをのみにて、あのー、展開させる。逆に言うと、この自分たちが支配しているエリア、特にロシア、ウクライナの本来の国境っていうか、まあ、国境沿いで今、 えー、ロシア側がコントロールしているところには PKO 部隊なんか入れたくないわけですよね。他方、ウクライナ側はそこも含めて安定化をさせなければならないということを主張するので、いくらこの口で PKO を派遣しましょう、それによってこの停戦を落ち着かせましょう。まあ、この再戦にならあの 再度の,あの戦争にならないようにしましょうというのは確かにその通りなんだけれどもじゃあそれを詰めていく段階でどこまでできるのかっていうのは実は過去にもうすでに経験していて今ますますその状況が難しくなるなぜならば、えー、一昨年の9月にですねプーチンは4州南部、東部の4州についてはもう自国の中に併合してしまっているじゃあ自国に併合している領域についてそこに PKO を起こるっていうことに対してプーチンが合意するかっていうとなかなかそれは難しい話になると思うんです。 そういう、い、まあ、より現実に沿った歴史も踏まえた議論というのを展開していく必要があるのかなというふうに思います。はい、ありがとうございました、多くの方が定数、まあ、論に触れていただきまして、まあ、あのやはり改めてあの重要だと思うのが、抽、ま、象、あ、的な平和を論じるということと、具体的な平和というのを考えるということ。 まあ、あの我々あの今回のウェビナーは、まあ、西側の論理ということですけれども、まあ、主にあのヨーロッパの国際関係を、まあ、研究してきたメンバーであの、具体的に今起きている問題を議論したわけですけれども、まああの、具体的な平和ということを考えたときに、すでにあのお話、何度も出ましたけれども、2005年のミンスク2の合意、そして1994年のブタペスト覚書。 まあつまりいろんな形で今までも平和の約束であるとか合意というのをあるいは保障というものは議論されてきたとところは問題はそれを破ったときにどうやってそれを保障するのか。 例えば、もしもプーチン大統領が一方的にウクライナがあの停戦の合意を破って、えー、挑発してきた、あるいは攻撃してきたから、従っているわれは軍事力を再び使わざるを得ないといったときに、そのプーチン大統領が言っていることは正しいのか間違っているのか、これはあの確認できないわけですよね。そのために例えば監視団を入れるというときに、OSC の監視団ですと、これはまあ主に文民ということですから、どうしても危険な地域に入っていけない。じゃあ、危険な地域に軍人が入るときに、NATO 軍や 国連があの入ることができるかといったら、まあ、これ、極めておそらくプーチン大統領、これ、認めないだろうと。で、プーチン大統領はそういった中立的な国際的な監視団、実力を持った監視団を受け入れることを認めないということになると、これ、何が起きるかというと、まあ、ただ単にロシアの軍事的な占領の継続ですよね。平和とあの軍事的な占領の継続というものは、これ、大きな違いがあって、まあ、国際的に一般的に理解されている平和を実現するためには、まあ、そのための敵意、 であるとか過去の教訓というのがあって、まあ、日本の中でなかなかそのあのあ具体的な平和、抽、ま、象、あ、的な平和ではなくて、あるいは低算ではなくて、具体的な平和というものが、なかなか過去のヨーロッパの国際関係の、まあ、過去20年、30年の経験に基づいて、なかなか議論されにくいということがあるということを改めて感じました。ああのすすででにね質問が21件ありまして これ、あの、どれもですね、いい質問なんですね。なので、あの、なかなか、あの、少しでも多く、あの、その、その、こちらの質問に答えていければというふうに思っておりますけれども、あの、まずはですね、具体的に、あの、どなたに対してというような、あの、指名、名前があるものから、ちょっといくつか、あの、ご紹介していきたい、いきたいと思いますが、まずは、あの、 合六,のの六先生に伺えればと思います。大変興味深くお話を伺いました。先日、中国の王毅外相がマクロに対してフランスの独立、おそらく対米と自立を称賛する表明を行いましたが、これはロシアとの対話を不可能に 舵を切ったと思われるフランスに対する一種の外交的牽制と言えますでしょうか最近のフランスの一連の立場は同国が理想としてきた自立の限界がいよいよ本格的にアー,ーになったということでしょうか、えー、ザックバランで申し訳ございませんがよろしくお願いしますもおそらくこれゴルフさんからしたら宮下さんに答えてほしい、まあ、質問かもしれませんけどこれゴルフさんよろしければお考えをちょっと聞かせていただいてよろしいですか はいあのまさに宮下さんにぜひ聞きたいところですけれども、まあ、私自身はですねやっぱりこの、えー、米ロ、あるいは、まあ、西側とロシアの対立が今、もうこの戦争ということをめぐって対立している、でまあ、一方で、このグローバルに見ればより深刻になってくるのが、米中の対立がよりこの激しくなっていくという状況の中で、えー、それにこの1、 国力という意味では下がるこのフランスがです、ねえー、なかなか自分たちで自分たち自身の行動の余地を確保するというのがどんどん難しくなっているとでそういった中で、まあ、当然のことながら先ほどお話ししましたようにこの西側と足並みを揃える機会が増えていくということに対してやはり中国は中国なりに危機感を持っているんだろうと思います。で実はあの先ほどご紹介いいいたただ外相がフランスの自立という言葉を称賛する とありました。これはまあこの第えっ、ー、と全面侵攻が始まる前からですね、中国はこのフランスが主張してきているヨーロッパの戦略的自立っていうのをもう褒めて褒めて褒めまくってですね、このフランスを大西洋同盟あるいはこの EU の中からある種切り離すようなあまあそういう戦略に出ているわけですよね。でまさに、えー、それに対してこう引っかかっているのかどうかわからない中でフランスのまあ 現実的な指揮者なんかは、ですね、この中国の誘いに乗,らない乗るべきではないというような主張もありますが、まあ、あの中国の意図としては、まあ、私、中国専門家ではないですけれども、この西側がこう一体化していくのが、今後、この米中対立っていうのを見,見据えたときにですね。まあ 状況としては良くないということでまあ、常にこのフランスの自立性というものをえ主張することによってまあ、心をくすぐるような言葉ですからそういったものを使ってまあ切り離しにまあかかっているんだろうなというふうに思いますだからその意味においては今回の戦争っていうのはこれはもう繰り返し言われていることではありますけれどもそのヨーロッパの安全保障とインド太平洋の安全保障っていうのがまあ密接にリンクしていますし中国の動向であるとか北朝鮮の動向によってですねもうそれがより そう近くなっているっていうのは、今回のエストニア訪問でも非常にあちら側からの定期で感じるところで、特に中国がこのロシアを戦争を継続する上で間接的に支えているっていうことに対しての非常に強い警戒感、危機感というものを感じたので、そのあたり、日本人自身がそのリンケージというものを理解しておく必要があるのかなというふうに思いましたはいいあああののりがとうございますあのちょ。っと関連した質問を先にあの 触れれさせていいたただきたいんですけれどもあの中原さんからどうご質問ですが、東野先生からウクライナ戦争の東アジアの波及についてのお話ありましたが、あ日本や台湾のウクライナ支援を批判して、対中国に集中すべきという主張が、まあ、特に米国の保守派やラディカルなリアリストの中に見られます。まあ、こういった批判に対する論点として 侵略を強しないルールに基づく国際秩序の維持という要素を軽視する見方をどのように取れるか、まあ、そういった主張する人を説得することができるかということで、まあ、この後質問、まだ続いてるんですけれども、まあ、これ、アメリカのミ下シイマ教授をはじめとして、まあるあいはエルルビッチ・コルビーさんの議論もそうですが、まあ、日本でもかなりこれに対する高く評価する声が一部にあります。あのよろしければこれ、東野さん、あのお考えをちょっと聞かせていただいてよろしいでしょうか。<laughs> あの、こういった議論2年間にわたって聞き続けてきましたし、おそらくこの先もですね、あの、もういい加減にウクライナ支援をやめた方がいいと、あの、大中世、あの、あの、に、 準備って言いますかね、にあの注力した方がいいというあの言葉は、これから先もどんどんこう増えてくるんだろうとは思いますけれどもあの、いろんな論点はあるかと思いますし、私どもがこういうことを言ったからといってです、ねあ、そうかというふうにはなかなかならないだろうとは思いますけれども、結局はその、まあ、ロシアがです、ね、圧倒的な軍事力を持ってウクライナに侵,力して侵攻してです、ね、それを止めることがあの結局はできなかったんだということが、 が、やはり中国にとっては大きな事実として残るんだろうと思うんですね。あの今2年目ですし。しまあ、3年目に囲うとしていますが、あ,あそうかと3年我慢すればですね。まあ、国際社会はまあなんとなく認めてくれるんだと。まあ,あの見捨てるんだということは、もう。結局はそれ自体において非常に大きな教訓にはなるということは、あのエストニアの話、あのエストニアに行った時もその現地の専門家とも話をしましたし、おそらくここはもう否定できないんだと思うんですね。あの侵略者は3年か4年か。我慢 すればまあなんとかそこそこの期間を乗り越えられればいいとその場合ですねも仮に中国が本当に武力による現状の変更をこう意図しているのであればアジアじゃあ三年か四年ぐらいこうあのあのああ 持ちこたえればです、ね、その後はなんとでもなるんだなと、こうやって勝手にですねあの世の中でその議論が持ち上がってくれて、ですねあのもうあの侵略された側を見捨てるようなあの形の議論があの形成されてくれるんだと、そのためにああのまあ情報工作も一生懸命頑張るし、ですねあの実際に3、4年耐えられるような軍事力をきちんに積み上げて、その上で進攻すればよいのだというようなあの教訓は間違いなく与えると思います。ただ一方でですねあの、まあ まあ、あの今までの例でもあった通りそのまああの 当事者が例えばあのウクライこの場合はウクライナですけれども抵抗の意思を見せればそのもう相当その支援がついてくるのだと周りの国も最初は無関心でも最初は見捨てる勢いでもです、ね、あの考えを変えることは十分にあり得るんだということも中国にある程度のメッセージとしては伝わったことも事実だろうと思うんですよねただあのここでそこででもやっぱり三四年我慢すればあのみんな見捨てるからそれまで頑張りましょうというようなメッセージを与えてしまう それ元も子もとないのであのであやはりその今まであのやってきたあのきちんとあの支援をしてきた事実をそのやはり現状の,あの武力による現状の変化は認められないのだという結論を中国にも共有してもらうためにもあの 今までやってきた支援を継続するだけではなく、しっかりとあのロシアを敗北させるようなですね、そういったその方策を国際社会で考えていかなければならないんだという姿勢は崩してはいけないと思います。こう言ってもなかなかそうだよねとはおそらくならないとは思いますけれども、ここが基本線ではないかとあの考える次第です。 ありがとうございます。この同じ関連した質問、鶴岡さんにもぜひあのお答えをお聞きしたいんですけども、また他の方いらっしゃれば、適宜おっしゃっていただいて、お答えいただいても結構なんですけども、NATO との関係で、えー、堀口さんからのご質問あの、アメリカを含めた NATO では、ウクライナ支援について、米中間の競争や台湾有事への影響に関係して、現在ではどのような議論がなされてますでしょうかと、まあ、これとちょっと関係して、 果たしてあの、まあ、アジアの有事に対して、えー、きちんとあの、まあ、NATO、ヨーロッパがあの日本に対してあるいは台湾に対して何らかの形でコミットを本当にしてくれるのかという。この日本がなぜ、 あのウクライナにコミットするのかということと、この裏返しで今度は逆にヨーロッパはど,どういうふうにこの米中対立、台湾の問題を考えているのかと、まああの、日本政府はこのアジアの問題とウクライナの問題が連動しているという基本的な立場ですけれども、まあ、これらについて、あの鶴岡さんよろしければお考えを聞かせていただいていいでしょうか。 はい、ありがとうございます。あの、この今、日本がウクライナをしっかり支援すればですね、まあ、アジアで何かあった時に、ヨーロッパが関与してくれるかもっていう議論は、あの、私もずっとしてきましたし、あの、岸田政権がですね、 その今日のウクライナがその東アジアかもっていうそのメッセージの裏にはあの常にそういう考えがあったんだと思うんですね。でそれ自体私まだに否定する気は全くなくてですねあのどれぐらい本当に確実に何かあった時にヨーロッパが関与してくれるかわかんないにしてもあの今関与しておいてその結果ヨーロッパは関与してくれるですね可能性が下がるってことはないということであればあのする,するべきだという考えは変わっていません。ただ あの実はそういうなんかメッセージですとかあの次何かあった時の期待あるいはその中国へのメッセージという議論も大事なんですけれどもあのこの2年間いろいろ考えてきてです、ね、あの実はそういうなんか複雑なことをじゃあんまり考える必要はなくてもっとあの我々にとっての課題って単純なのかなというところがあります。というのはあの要するにこういう強い国がです、ね、隣の国を 進行してでも国際社会は結局あの対処できませんでしたねとあのこういう状況になっちゃ困るんですよあの日本が困るんですですから別にその何かあった時にヨーロッパが来てくれるかっていう議論をする必要なくてその前にです、ね、日本がこんな世界になっちゃっていいんですかということが我々には問われているというのが一つですであともう一つその関連で先ほどのアメリカで その中国に集中すべきだという議論の観点なんですけれども、あのこれも同じことでして、アメリカ人は、今回、ロシアが勝ってしまうというようなことを、アメリカとしてどうなんですかと、そこを問わないといけないんだと思うんですね。ですから、このロシアが勝ってしまうようなヨーロッパ、そしてそんな世界は、アメリカにとって、本当に被害がないのかと、不利益がないのかということなんです ですから、これ、もしヨーロッパで、このロシアが本当にですね、その明日にも、明日にでも NATO を攻撃するかのような状況が本当に生まれたときにですね、アメリカはじゃあ、本当にあのヨーロッパをその段階で見捨てるつもりがあるんですかと、見捨てないんだとしたらですね、これ、中国どころではなくなってしまう、このアメリカはさらにヨーロッパに傾注しなければいけない状況になってしまうんですよね。ですからそそれはその中ヨーロッパ 今回、ウクライナを見捨てたら中国に集中することができるという前提を疑わないといけないんだと思います。あのロシアが勝った後に本当にあの中国に集中できるんですかということなんですよね。で、あともう一つその、ヨーロッパとアジアのリンクということでいきますと、あのこれヨーロッパが考えなければいけないのは、 これ例えば台湾海峡などで本格的な有事が発生して、米軍が直接戦闘に関与するようなことになるとです、ね、これアメリカのヨーロッパ関与、NATO へのコミットメントというのはやっぱ相当薄まるわけですね。あの能力的に無理ということで、あの船ですとか飛行機とか含めてです、ね、あの相当アジアにシフトしないといけなくなると。ですから、ヨーロッパとしてはです、ね、実はそこを考えなければいけない。 ですね、この台湾有事なんかが本当に起きたときに、アメリカはアジアに傾注せざるを得なくなるとで、そのインパクトからヨーロッパは逃げられないと、ですからこれ、結局、今お話したものを全部くっつけるとです、ね、あの自分たちにとっての影響をまず考えればいい話であって、でもそれが非常につながっていて、あのだからこそ、その地球の裏側は関係ないと言ってられる状況ではないと。 そこはですね、しっかり認識していかなければならないんだろうと思ってます。はい。ありがとうございます。あすみません、五六<方>さんが何か言いたいことあるみたい。五六さんありますかどうぞ。あ,あの、今の点もう、はいあの、鶴岡先生がご指摘の通りなんですけど、あのアメリカの 同盟国として日本、そしてヨーロッパの同盟国っていうのは、この理論的にはある種競争的な地位にあると思うんですね。つまり、できるだけ、えー、このアメリカのプレゼンスを自分たちの地域に持っていきたい。だからこそですね、えー、例えば今回のような侵攻を受けても、アメリカがヨーロッパにドバッと、えーまあ、オーバーコミットメント、過剰にですねこの資源を費やすっていうのは、ある種日本としては、えー、いいとともにですね、あまりにも資源があっちに行くとこっちとしては困るっていうのは、 え潜在的な感覚としてはあるとは思うんですただ今鶴岡さんがご指摘されたようにですね、じゃああっちをすっからかんにしてこっちに集中した その結果としてロシアが勝利し、冒頭申し上げた形で、何らかの形で NATO まで、例えば攻撃を加えたときに、さらにあっちにコミット、つまりより大きな揺り戻しっていうものを想定しなければならない。その時に、じゃあ私たちは果たしてどうなるのかっていう問題が一つ目。もう一個、ですねこの点、まさに真正面からエストニアの指揮者であるとか外交官にぶつけたんですよね。そうすると、彼らは確かに特に今後、アメリカでまあより内向きな、 トランプ大統領がなったときにどうするかっていうのは非常に不確実でそれに備えなければならないとだけれども日本人が思ってる以上にもしかしたら彼はそのヨーロッパから削減して日本とか韓国とかそっちに費やすんじゃなくてそもそもアメリカ全体を世界から あの撤退させるかもしれないということを我々は共通の課題として考えるべきだということを言われて、まさにですねこれは一つの限られた資源をですねこの左から右に行くっていう想定だけじゃなくて、そもそも引き上げるっていう状況に、アメリカのこの長き同盟国としてどう備えるのか、その中でまさに僕が冒頭で話したように、エストニアというのはどんな状況であってもやらなければならないのは自国防衛にインベストすると。 つまり将来に今、コストをかけることによって、将来のリターンを得る、そのための努力を国民も理解しているということを話されてたのが非常に印象的でしたは五六さん、貴重な補足的なコメント、ありがとうございました。あの続いてあの、今と関連して、岩間さんにもぜひあのお聞きしたいことがございましてあの、これは住田さんからのご質問で、岩間先生の方から、戦争を終わらせるためにはエスカレーションが必要とありました。 停戦に向けてエスカレーションする場合、核抑止力を提供できる米国の積極的な関与が必要にな,ってなるように思いますが、今後の米国にそのような積極的な姿勢を期待できるのでしょうかと、まあ、これ、ややあの質問を広げて、まあ、いずれ、これが戦争が続いたときに、仮にロシアがまあ戦術核の使用というブラフを出したときに、アメリカとしては、何としてもあのその核戦争を避けなければいけないという、まあ、ある意味ではロシアに融和をする。 姿勢とあるいはそのあのロシアによる核のブラフよその威嚇というものが NATO に対する脅威。 でもあるということで、まあ、一定程度、アメリカの,あの,、まああの核抑止力というものを示すということ、例えばあの核兵器を搭載した戦闘機を昔だったらですねあのイーストアングリカの空軍基地に移動するとか、そういうような、ある意味では威嚇的な行動を取ったこともあったわけですね。で、これを、まあ先ほどの、あ,の、まあ、ある意味ではそのアジアとヨーロッパとのつながりという質問にもつながってくるかもしれませんけれども、アメリカの関与というもの。 あのどの程度信用できるアメリカの関与や抑止というものを期待できるのか期待できないのか、これについて関連してお話を伺ってよろしいでしょうか。はいあの、非常にまあ難しい <laughs> こう想定がいろいろ分かれていくので,で、今回やはりアクターもたくさんいるので、あの本当に予測は難しいんですよね。でまず バイデン政権に限って言えば、エスカレーションを非常に恐れているというのは、これは確かであの、そのために長距離打撃力もほとんど与えないし、まあ、戦車もかなり渋るしという、F16 は全く出さないというような対応を取っているわけであの、そうするとエスカレーションは起こらないけれども、戦争はずるずるいつまでも続くよと。 それでいいんですかっていうあの疑問をやっぱりしっかりあの呈さないといけないと思うんですよね。で、バイデンさん、ごめんなさい、あのトランプはもう本当にちょっと予測不可能ですよね。あの明日辞めると言うかもしれないし、思いっきり俺たちいくらでも核戦力持ってるんだぜと言うかもしれないしあの、ちょっとここは本当に予測つか,つかないです。 であの今あの、核に関しては、要するに中国も使われたくないと思っているの、これは確かなようなんですよね。だここはやっぱり、しっかり裏から手を回してあの、米中で核戦争っていうのは起こすことは望ましくないといろんな意味でっていうことをあの、えーと、プーチンに対して説得する必要があると思います。 でまあ、エスカレーションといってもいろんな段階があるわけですよ。なので、そのどのようなものを用いれば何が可能で、どのぐらいやれば少しその和平の動きをあのこうプッシュする可能性があるだろうかと。で仮に停戦が合意された場合に、じゃあ、アメリカは、ドイツはい、e、いわ、NATO は何をするつもりなの いうそういう私たち自身の腹を決めないことには結局停戦停戦って口で叫んでもしょうがないのかなという気がしてきていてあのそう我々日本ですら実はロシアとの戦争は終わってないわけですよねだからもしかしたら島を奪還しに行く人かもしれない人たちと我々は <laughs> 見られてるわけですよであのえっと 朝鮮戦争も法的には終わってないわけで、えー、そういう意味であの、ただ朝鮮戦争はやはりオリジナルの状況にほぼ戻ったので、とりあえずここでやめますかって、で、あそこでスターリンが死んだっていうのも大きかったんですよね。なので、でそこまで行くまでにあの朝鮮半島でどれだけの大変な戦争があったかを考えると、そんなに楽にこれが終わると思ってはいけなくて、やっぱり自分たちも相当な 異性を伴うということを覚悟しないといけないかなと思ってます。はい、岩さんありがとうございました。あのままだかなりあの質問たくさんございまして、あのこれをどれをピックアップするかということをずっと考えてたんですけもう、あの疲れちゃいまして、あのこれから先はですね皆さんにあのそのもしもいい あの残したことを最後3分ずつ、あるいは質問で一つ、二つピックアップしていただいて、お答えいただければと思う同じ順番でまたお願いしようと思うんですが、1点だけちょっと鶴岡さんにですね、これ、鶴岡さんに答えていただいた方がいいと思うんですけど、日比さんからの質問で、イギリス経由で本邦から砲弾とパック3を送ることは可能でしょうか、その場合の製造能力はどの程度ありますかということで。 あのこれ、GCAP の日英、e、イ戦闘機の開発で、今、第三国の輸出の問題がすごく国内で政治でいろいろと揉めてますけれども、まあ、あのこのまま戦争が長期,したと長期化したときに、日本が、まあ、例えばデュアルユースを含めて、あの今まであの非殺傷のさまざまなあのその危機器等を送ってますけれども、果たしてどどそれをどの程度、その あのこれからウクライナ支援をするときに拡大する必要があるのか、あるいはできるのかできないのか、これ、もしも何か鶴岡さんのほうでお考えあれば、これを触れていただけると、ちょっとこれを2分ぐらい追加して、あのプラス他に何かあれば、あの一言、3分ぐらいあの、合わせて5分ぐらいでお話しいただければと思います。お願いいいしまますすあ,、はい、ありがととううございます、まあ、このののの日本からの弾薬の供給いうのはは、ねまあ、論理的には ありだと思いますただ他方でこれその、まあ、戦闘機の話もそうですけれどもこの日 AE の g c の次期戦闘機ですね、まあ、これも完成品の第三国輸出がまあこれだけの与党内でまあ話がまとまらないということを考えますとなかなか現実的にこの日本の政治の今状況を考えた時にこの砲弾 弾薬をですね。ウクライナに供与するというのは、たとえ第三国系であってもなかなかあの式ハードルが高いんだろうなとは思っています。ただ、このパク3の話と、このいわゆるその防空システムの迎撃ミサイルという話とこの榴弾砲ですね。例えば155ミリ榴弾みたいですね。その明確に対地攻撃のものと、そのあのま僕、あのものというのはまあ、ある程度。 分けようと思えば分けられるんだとは、議論の上ではです、ね、分けられるんだとは思います。ただ、これ、日本もなかなか在庫が少ないというところが大問題でして、あのそこは日本がどれぐらい必要数というのをまず見積もってで、それにそもそも日本は足りていないと、必要数足りていないというのが、 これ政府があのもう公に言ってきていることですから、その中でさらにその在庫が減るような形で他国、まあ、他国というかですね、まあ、他国経由だったり、ウクライナに直接供与するということをどのように国内で説明できるのかというあたりは、あの私はあまりあの現実的可能性としてこれを実現するとは思っていません。ただ、あの重要なのはですね、こういった課題が出てきたときに、その、 日本も在庫が少ないから出せませんというだけで議論を終わりにすべきではないということです。で、これ足りないとしたらですね、日本も製造能力を強化しないといけないわけですね。ですから、そういった議論にどうやってつなげていけるのかと。ですから、今、ウクライナに供与するということよりもですね、その日本安全保障を考えたときに、 このの供給体制をどううやって強化すするかというのはですねあのもう少しあの緊急の問題として取り組みが必要なんだと思います。であとこの観点でほ、まあ、他と合わせてくっつけますとこの安全保障防衛絡みでのウクライナへのまあ協力ですとかあるいはこの2国間協定まさに日本も交渉中ですけれどもそこで日本が何ができるのかということに関してはあの私はこれは あの構造的に限界があると思ってますそれはあの日本の国内事情ということもそうなんですけれども、それ以上に、ウクライナの戦略的目的が NATO 加盟だとそれ、それに尽きるんですね。ですから、この今まで4カ国と結ばれたウクライナと2国間の安全保障協力協定を見ますと、もうこれは NATO スタンダードにどうやって引き上げるか、そして NATO との相互運用性をどのようにするかと。 そしてまた NATO に入るまでの間の安全の保障をどのようにするかと、まあ、このあたりが鍵なんですね。そうしたときに、日本が直接的に出ていける場所というのは、実はあまりないんですね。ですから、この本当に今、武器何百慮足りないという中で、あの少しでも日本からっていうのは、もちろんそこは議論としてありうるわけなんですけれども、その先を考えたときに、この NATO との相互運用性ですとか、NATO にどう、 統合していくのかということが主題になる限りですね、日本はなかなかそこは踏み込めないと。まあ、だからこそですねあの、この経済復興の話がですね、この日本ならではの,この支援という形で今、非常に強く打ち出されているんだと思います。で、これはその日本が武器供与できないことの、まあ、ある意味、その事前策の部分はもちろんあるんですね。ただ、あの武器がなかったらあの戦争を続けられないのと一緒で、 この経済が破綻しても、財政が破綻してもやはり戦争を続けられなくなってしまうんですね。ですから、この経済財政支援を過小評価すべきではないと思ってます。ただ、あのそれでも1個1点、あの強調しておかなければいけないのはとにかく今ですね。この武器弾薬が足りないということですので、あのこれ本当に今正念場に。 立たされているんだと思いますあの我々ついあの膠着状態っていう形で戦況を表現してしまいますけれどもあの全く膠着でもなければあの勝手に膠着してるわけではもちろんなくてですねあの極めてこの火力が劣勢な中でどうにか今ウクライナはあの多くの場所ではその防衛ラインを守っているとこれはいつ崩れるかわからないとそういう切迫感というのは我々にとっても非常に必要なんだと思います以上です。 はい、ありがとうございました。続いて東野さんもお願いします。はい、えっと最後に言っておきたい点は、ちょっと二点あるんですけれども、あの、まあ。 あのどのように少なくとも戦争を止めるかということに関してですねあの例えばあのさあの昨年の2月には中国からの12項目とかその後アフリカからですねあのいくつか条件が出てきましたけれどもその後全くそれが続いていないっていうことはいやの一つ心の留めておくべきだろうと思うんですよね、まあ、中国もそのアフリカ諸国もウクライナが一番求めているロシア軍の撤退というところが触れられていなかったために今ウクライナ側としては非常に 反発したわけけですけれども結局のところ何かこう包括的な案を立ててこれならどうですかって言える勢力が今どこにもないとグローバルサウスの国々も含めてないんだということですね。だとすればやはりあの まあ実行的な停戦案、今のところないんだということをですね、我々もう一回ですね、あの、きちんと念頭に置いておかなければならないということと、それから私自身もそのウクライナが提示する平和の公式というですね、あの、2022年10月にあの出てきた、あの、 あ11月ですか、に出てきたあの、まあ、案ということで言っていますけれども、やはりあれもですねこの2年間経って、どこをどのようにあの変えればということをウクライナ側も考える必要はもちろんあるんだろうと思いますけれども、しかし今のところ、平和の公式をこう具体的にこのように変えたらどうかというのはあんまり聞こえてはこないということですね。まあ、こういいった側面からもあの今までなんかいくつの 項目を設けてあの、これをちょっとやっていけばどうかというようなあの、まあ、実行的な案が本当にないということです。二つ目なんですけれども、これ、日本を含めて世界の報道ぶりということなのかもしれないけど、特に日本においてですねあの、まああの、侵略をされているウクライナの側における問題点を、まあ、指摘した上でもうきっと戦いたくないんだろうということをあの、まああの、まあ、類似させるようなですね、そういった報道が非常に多くて、私もしばらくその、まあ、あの取材を あの受けたりですね自分が主演の出演する番組とかでは例えばあの動員逃れがあるとかですねそれから、まあ、もうみんな本音では戦いたくないと思っていると永世中立にすれば、まあ、なんとかこうもうこれから。 あのロシアと戦争しなければ済むのではないかみたいな意見を、まあ、現地の人たちから引き出すことによってなんかもうウクライナ側も,もう戦いたくないんだと無理やり自分たちに納得させるようなこの議論が私はここしばらく本当に出てきているのが気になるんですけれどもそれはですねもうあの侵略された側としてはもう戦っても戦っても終わりが見えない。 そしてもう自分たち手足がなくなってもまた戦わざるを得ない状況なんだと。でもそうやらなければ、この国の将来どうなっちゃうかわからないときに、あの、そんなにポジティブな気持ちも持てないけれども、そしてなんかできれば自分は逃れたいけれども、でも、あの、ロシアの言いなりになって、あの、国なるのは嫌だっていう気持ちを、ちょっとその我々の、 求める結論に引きつけるために利用しているところないかっていうところは、ちょっとあの、この段階でしっかり考えておかなければならないと思うんですよね。あの、まあ、シあのウクライナにおいて動員逃れがある。それはもう、もちろん事実なんでしょうけれども、しかし、その状況をもともと作り出したのは、あのロシアが侵攻したからに他ならないわけであって、侵略されてしまっている方がああでもない、こうでもないと、こうもがきながら苦しんでいる状態を、我々何か自分たちの求める。結 ににきつけるために何かか使っていないなそれは本当にきちんと公平に話を聞いていることになるのかということに関して非常にバランスが難しい問題ですしあらゆる側面のあらゆる声を聞かなきゃいけないということは当たり前なんですけれどもしかしその何かしらの,あのこれは次回も含めて言うんですけど私もいろいろ自分が言うことがですねやっぱりこう訂正は無理なんだということに結果を引っ張りたいんだろうという批判をよく受けるので。 そこのあのに関するその自戒の念ももちろん持ちながらもですね、侵略されてしまった方にいろんな問題があるから、もう戦争無理なんじゃないかというような、そういったストーリーの作り方をわれわれも意識にしてしまっていないかというところは、しっかり考えていきたいし、い,いただきたいというふうには思っています。はい、あの東野さんもありがとうございました。続いて、岩間さんもよろしくお願いします、どうぞ。はい、えー、っとですね。あのー プーチン側がよくしている中のその非なちか非軍人か中立かなんですけども日本人にはこう非武装中立っていう概念がなんかこう馴染むかもしれないんですが実際の中立国が非武装でうまくいった例というのはないとあの中立国が持つ場合にはもうハリネズミのように武装してあの 非常に慎重な外交を前方位外交ですよね、それほどやっていると。で、スウェーデンもフィンランドも冷戦期ものすごい軍事費を使い続けましたし、で、あの2国の間には非常に緊密な関係がありますから、あのフィンランドに何かあれば後ろからスウェーデンが助けるっていうような。 暗黙の了解がありますし、今回 NATO に加盟したのもやはりフィンランドが先走ったので、スウェーデンもまあやっぱりついていくしかこれはないなっていう感じになったっていうふうに聞いてます。あとスイスですよね、スイスもあの非常にあの武器も作ってますし、軍備しっかり持ってます。ですからあの、中立と非軍事が一緒に来てるってことは、要するに丸裸になると。 俺の言うことを聞けという脅しでしかないということをあの理解していただきたいなというのが一つですね。で、いずれにせよですね、あの、まあ、もしとらを皆さんいっぱい言われるんですが、私はそのバイデン政権の過去2年の,あの安全保障政策も決してあの、信頼できるものではなかったと思ってるんですよ。 もっとあの、まず戦争開始の局面でもっとできることがあったと思いますし、で今年の反転、今年の反転攻勢の前に、一体アメリカ自身は何を望んでいるかっていうあの目標が全く見えないような支援の仕方しかしなかったと思ってます。で、あのただただ、まあ、とりあえず負けないように目の前にあるものを えー、とりあえず余っているものはなんかこう上げ続けたと、そういうような印象が、えー、解消されるという、たとえバイデン再建になってもその状況が解消される期待はあまりできないので、でそのようななんというかこう、見えきらない曖昧な態度って、もしかしたら極東での危機でも見えるかもしれないと、そういう覚悟を持った上で、 特にキーになる国って日本とドイツで、その2国はやはりあの国防に投資するという覚悟をしっかり持たないといけないと思います。で、場合によってはアメリカ頼りにならないかもしれないというのは、まあ、ヨーロッパの場合も人らでこう突,き取ら突きつけられているわけですけども、あのいずれにせよアメリカは頼りにならない場合もあるんだという気持ちを持って、あの防衛産業を含め、 それからあとはやっぱりあの市民防衛ですよねあの皆さん、ここ数日であのウクライナの市民が地下鉄や防空壕に潜っていろんな生活しているのをご覧になったと思いますけどもそういうまさかの場合の市民防衛の備えであるとかそういうこともこう考えていかないとあの日本とドイツというのはそういうことを考えなきゃいけない場所にいる国だと私は思います。 ありがとうございました最後になりますが563からもお願いしますはいえっ、ー、と手短にえっとご質問にあったようにまあヨーロッパから見て日本がどう見られてるのかということですけどやっぱりこういう状況に至ってまあ、積極的にですねこのウクライナ情勢にまあ、コミットし、えー、まあ。 えー、殺傷兵器こそ供与できてないもののそれ以外のところではかなり、えー、大きな額の支援ができているというところはかなり評価されていますし何よりもですね 今の状況、さらには今後の競争が激しくなるであろう米中間の中で、まあ、日本がやはりフロントラインステイツとして認識されていて、日本がどういうふうに動いているのかっていうことに対する関心が高まっているのは事実で、でその中で、ですね今、あの山先生からもあったように、まあ、アメリカがどうなるか分からない、で政治的な意思だけではなくて、ですね実際にかつての冷戦時代と比べてこの、この資源が限られている。その中で ヨーロッパで火が吹き、中東で火が吹く中で、日本自身がどういうふうに動いていくんだろうかということに対する注目が高まっているので、まれ、あ、わも専門家として発信していく必要があると思いますし、日本人自身が自分たちの安全保障をどう確保するのか、その際に同盟国であるアメリカとどう付き合っていくかということと同時にです、ね、まあ、まさにヨーロッパなど、まあ、この利益、価値を共有するパートナーともどう関係を 強化していくのかっていうのは考えないとまあ、いけないのかなというふうに思っています。で、最後にその日本の先日行った。あまあ、あの経済復興支援会議についてですけれども、当然まあ、様々な方面からですね。戦争が終わってない段階でこんなことをやって意味あんのかと。 リスクが高すぎんじゃないかという,う、まあ、お話をいただくこともあります、でもちろんこれはです、ねえー、官民共済ということで,です、ねえー、この民間がかなりコミットしているというところに非常に特徴がありますし、まあ、民間はです、ね、一企業がです、ね、それぞれにリスクを考えて、まあ入る、入りたい企業もあればやめとこうという企業もあって、まあ、そこはそれぞれリスク判断があると思うんですけれども、まず復興というのは、戦争が終わってさあ、レッツゴーでスタートするわけではなくて、 もう今の段階から、えー、現地の企業あるいはそれ、えー、ポーランドとか他のき、えー、国の企業とこう連携、提携しながらですね、まあ、その事業をプロジェクトをまあ構想し始めていくっていう準備が必要であるということ。でまたウクライナ全土が、あのー、今 東部で行われているような塹壕戦をやっているわけではなくて、もちろんこのミサイルのこの攻撃のリスクっていうのは少なからずあるにせよ、ですねやっぱり西部の方がまだ安定的であって、そういったところで、えー、このプロジェクトのスタートアップをするっていうことも大いに考えられると思います。で、この点考えたときに、じゃあ他国がどう動いているかっていうのもやっぱり同時に考える必要があって、ですねヨーロッパはもちろんのことながら、韓国なんかもかなり積極的にこの、えー、企業の進出、まあ 復興支援における企業の進出を後押ししているというふうにも聞いていますし、何よりもあの先ほど、えー、東野先生がおっしゃったように、中国のプランの中には、ですねこの企業、えー、ウクライナの復興に対して積極的にするってことが書かれてるんですよね。つまり、中国っていうのは、まああのー、静かにこの戦争中待って、間接的にロシアを支援するような形で、最後、この漁夫の利を得るような形で、ぶわっとこの復興 チャンスとといいいううのをを取っていく可能性があるということを踏まえた上で日本としてリスクとどう付き合いながら、このウクライナの人ともに復興し、そして同時に日本自身にも利益になるようなプロジェクトを始められないか、まさにまあ岸田首相はそれを未来への投資というふうに表現したわけですけれども、かなり長期的な視点と同時に、他との関係においても戦略というものを考えていかないといけないかなと思っております、はいありがとうございます。あの最後のの話は全体を締めるような あのまあ、あのお話であったと思いますあの戦争と平和というものが、まあ、白と黒で分かれているわけではなくてそもそもあの2014年からすで、まあ、に戦争が始まっていたということも言えるわけですし、まあ、プーチン大統領は特別軍事作戦という言葉を使って戦争ではないという言葉を使っているわけですから、まあ、そのようなグレーゾーンのところで日本が何ができるか。 まあこれはあのベトナム戦争後の東南アジアでもそうですし、ユーゴスラビア戦争後の西バルカン、そしてさらにはまあ東モール、そしてカンボジアもそうですし、アフリカもそうですけれども、多くの国で日本はあの経済的な支援をすることによって地域の安定化にこれまで貢献してきたわけですよね。ですので、そういった意味で、日本がまあ少なくともアフガニスタン戦争の後の2002年以降の復興、日本はアメリカに次ぐあの一番大きな支援国だったわけですけれども、このアフガニスタンの復興 と比べた時に今のあのウクライナ本当に危険なのかと言ったら危険なところでもアフガニスタンで日本は経済的な支援を続けてきたわけですからま多分日本にもいろいろとできることがあるんだろうというふうに思いますあの今日はあの時間が3分ほど直下してしまいましたけど大変有意義なあの議論ができたと思いますあの本当に豪華な方々パネリストの皆さんにお集まりいただきましてまさに 2月24日、あのロシアのウクライナ侵略が始まったこの日に、また今年もこういった形で議論が有意義な議論ができたことは、とても大きな意味があると思っております。また、多くの方、400人を超える方々に今日はご参加をいただきました。誠にありがとうございます。引き続き、こちらの研究会、いろんな形で発信をしていきたいと思いますので、またご関心がある方はご参加いただければ幸いでございます。本日は誠にありがとうございました。これでウェビナーを終えたいと思います。